実はですね、あのー、リスナーさんのですね、お店に、あのー、泊めていただけることになりました。ありがたいことに。あの、お風呂をいただいてですね、今、あのー、お店の方に、あの、泊まっていいよっていう風に言っていただけて、あの、お世話になることになりました、今晩。いやー、もう本当に感動だよね。まさか、あ、わかりました。 いや、もう本当にさ、いや、嬉しくて、で、奥様もすごいいい方で、すごいもうありがたいです。で、お風呂もいただいて、すっごいもう、シャワー浴びて、こう、お風呂に入りながら、すごい感動して。そう。そうそうそう。もうみんな、あの、茨城の人はぜひ食べに来てください。ラーメン屋さんなんですけれども、 あの、すごい美味しいですよ。最高だね。なんかね。旅、旅だね。マチルだね。うん。感動した。ひでぼうさんいらっしゃい。あ、おちんこさんいらっしゃい。わこつです。なんか、その、うーん。なんかもう、なんとも言えない感動が。はい。で、あの、ラーメンもいただいて、すっごい美味しいよ。もう、あの、 あのね、俺が、あの、食べたのは、あの、チャーシュー丼なんだけど、あの、ラーメンじゃなくてご飯、ご飯食べたくて、で、あの、ご飯もでおすすめ、チャーシュー丼美味しいよーって、すっごいうまい、マジです。あの、あの、お世話になってるからとかじゃなくて、普通にうまい。マジで、あの、近くの人食べに来てください。あの、茨城県の、えっ、ー、と、日立大田市。 何が起こるか全然、俺ね、正直ね、今日はリアトツないと思ってたの。正直。だから、正直配信のその滝とか、映像的に見せる配信をやろうと思ってたのよ。頭の中はそうなってたんだけど、あの、駅で、もう本当電車乗り過ごした時に声かけていただいて、で、ちょっと音声切ってって言ってる時に、あの、もしよかったらうち来るって、今自営業で、店営業中なんだけど、もうすぐ終わるから、 あの、座敷のお席があるから寝れると思うよって言っていただけて、あの、一瞬迷ったの。もう、い行かな、行くっていう頭だったから。でも、こんなにね、あの、言っていただけるっていうのは、珍しいことだし、ありがたいことだから、甘えさせていただこうと思って、いや、もう、よ、<laughs> もう、今度行ってみてください。<laughs> これ、どう、どう対応したらいいんだろう。<laughs> あったけえな。東京じゃありえないよ。ほんとに。あったけ旅ってこういうことなんだね。ゆなさんはこっち来てくれてありがとう。すごいね。みんなに良くしていただいてほんとに。考えられないよね。ご縁ってこういうことなんだね。初見さんいらっしゃい、ポカフェイスさん。楽しんでてください。 えー、あのー、夜食まで作っていただいて、今お風呂から上がった、あの、おにぎり作っておいたから食べて、って言って。すごい。すごいよ。チャーシューめちゃめちゃうまいから、本当に食べて。太鼓版だよ、太鼓版。もう、本当に間違いないから。もう、あの、19年やってるんだって。すごいよね。嬉しいっていうか、なんだろう、これ。 本当に、なんだろう。なんつんだろう。あの、電波少年みてえだな、みたいな。俺が子供の頃テレビ見てた旅番組みたいなのを、自分が体験してるから、こういうことなんだ、この感動ってっていう。うん。いや、もう、おちんこさんにもお世話になったしさ、ねみんなにお世話になりながらここまで進めてきて。うん。ドラマみたいだよね。いやー。 すごいね。で、その、お店をやってる時に、あの、お客さんがいない時間帯とかによく放送とかを見てるんだって。で、そこのね、カウンターにあるこれで見てるんだよとか教えていただいて、そう、リスナーさんがどういう風に見てるか俺は知らないわけじゃん。ね、学生さんなのか、主婦なのか、ね、FX のトレーダーなのか、 お店のね、店長さんとか、自営業の方なのかとか、もう全然わからないから、一人一人に本当にドラマと人生があるのよ。リスナーさん、一人一人に人生があるの。で、なんかありがたいなと思って。いやーもう最高っすね、本当に。茨城の人すごいあったかいっすよ本当に。めっちゃあったかいよ。本当にやばい。あの、 茨城の人、本当にあったかいみんな。ワドツーミュール。栃木県も行けますよ。日本全国行くんで。もしよかったら会いに来てください。ぜひぜひ。すごいね。感動だね。あ、延長チケットも8枚しかない。さっきあの、花火たくさんいただいたので延長チケット、あの、買います。<laughs> ちょっと待って。ね、リアトツが 9984名。花火の仕方わかんない教えてふわっと初心者。えーとですね、スマホですかゆうなさん。スマスマートフォンか、えーと、パソコンなのか教えてください。スマートフォンなのかパソコンなのか教えてください。どっちかによりますね。やり方が。p ッ OK です。PC の場合は、 ちょっと待ってね。PC の場合はですね、えっと、まずトップページがこうなってますよね。トップページがこうなってるはずなんですよ。で、アイテムっていうのがここにあります。アイテムをクリックします。そうすると、えっ、ー、と、例えばですね、プレミアムアイテムクリックしてください。 ここ。そうすると、この値段があります。ここに。で、花火は一発買うと1080円かかるんですね。で、配信者に500円入ります。だから消費税を抜いた半分っていうのが、その、僕らに、あの、お金として入ります。で、10個セットとか特価って書いてあるのは1100円。要は、僕には500円入るんだけど、 あの、僕に入るお金は、ふわ、あの、花火一発500円というのは変わらないんだけど、お得に買えます。だから、まとめ買いをするとお得になるとか、あと、おすすめなのがキャンペーンをやってる時があるんですよ。あの、ふわっち、花火、12個で8900円とか。それがおすすめですね。それがおすすめです。見えましたオッケー伝わった見えたかな ごめんね、キャプチャーがうまくできたかわかんないから。いつも設定画面違うから。オッケー伝わったうん。風船5個ありがとう。風船5個ありがとうございます。いやー。あったけーなー。ケ、OK、ーうん。そうするとね、あの、クレジットカードか、えっ、ー、と、ソフトバンク、ドコモ au のキャリアの あの、ま、と、おお、花火ありがとうございます、新さんありがとうございます。キャリアなのか、あと、ええー、と、あと何があったかなウェブマネーとか、コンビニ払いみたいな。そうそう。なんか払い方が選べるはずなんで。クレジットカード持ってない人はコンビニエンスストアでね、ウェブマネーを買って、それをアイテムに変えたりとかしてるみたい。いやー、すごいね。 うん、あ、そうだ。延長チケット買わないと。忘れてた。で、一回延長するのに配信って俺50円払わないといけないのよ。だから、延長してほしい過疎配信者とかいるじゃん。過疎だけどこの人面白いなとか頑張ってほしいなと思ったら、あの、風船とかやるとチケットが買えるようになるの。だからね、おすすめですよ。えー チケット交換。100枚。よしょ、okay。パソコンはね、レッツノートですね、僕は。メインのパソコンはレッツノートです。で、サブ,サブのレッツノート。 サブのレッズノート。要は、あの、一番古い、あの、リスナーさんからいただいたやつ。でね。これも、サブ用の。こっちが充電なくなったらこっち。です。で、これにはバッテリーもう一本ついてます。えっ、ー、と、あとね、もう一つ持ってきたのは MacBook Air 持ってきてる。うん、バカヨー個ありがとう。あこれコありがとう。何してたのうんとね、リスナーさんのお店に泊めていただく。 行けることになって、であのお風呂をいただいてご飯いただいてで今になります。わざと、うん、まあねゆっくりゆっくり最初はねやっぱりねリスナーさんもいないから支援者ももちろんいないわけですよ。でどれくらいかな最初にね支援スポンサーさんが初めてこう。 支援していたただけるようになっの2年半目ぐらいかな。2年半ぐらい経った頃、2年目か2年半ぐらいの頃かな。だんだん有名になってきて、人数も集まるようになってきて、困ってるならパソコン買ってあげるよっていうふうに言っていただけて。うん。水戸、サラヤン何言ってんの俺、水戸から今日こっち来たんだよ。水戸に2日3日いたんだよ。うん。水戸から移動してきたの。うん。水戸にいたんだよ。うん。 いい方に巡り会えたのね。み、みんないい人だよ。ワードリスナーは。はい、ワード2、カエル、カるさん。ユキさん、ワード2。大使寒かったかなうん、いや、寒くはなかったかなうん。明日どこ行くのうん、どうしたのなんでレクチー笑ってんのうん。明日どこ行くの明日、どこ行こうかなあ,あ、違う、郡山だよ。うん。水戸の、あの、なんだっけ、駅南の、 駅南駅南って言うんだよね。なぜか茨城の人。普通南口って言うんだけど、駅南駅南って言って。駅南のさ、えっと、漫画喫茶のどこだっけ駅南の満喫のオアジだっけあそこに2日泊まってたよ。うん、サラヤン。そう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 。うん 群馬、え郡山い、いつも行き来してます。え郡山に今から行くんだよ。郡山リアツツ来てよ。郡山来てよ。うん。どんどん北上しちゃうから。うん。昨日駅行ったマジでタイミング合わなかったね。うん。うん。 あ,あそうだね。ただね、満喫がある駅、駅前にシャワー付きの満喫とかがあるのって、やっぱりね、でかい駅なんだよ。その、それは旅やって思った。あの、いや、駅から離れちゃったりするのね。いや、歩いて2時間ぐらいかかるよとか、この辺に満喫ないよとか。群馬来たら一緒に温泉行きたいの。あ、行こうよ、行こうよ、カズさん。うん、行こう行こう。 ありがたいですね。今日の配信も何百名も見ていただいて。うん。おい、牛島さん、お疲れ様です。ひかるのところには行かないでください。えー、なんでなんでキャスリッポさん、なんでひかるのところ。ひかるくん嫌いなのどうしたのなんかあったのキャスリッポさん。電車ですか電車で移動する予定。うん、電車だよ。 郡山に行くのは3倍目ヒカル君に会いに行ってはどうですかああ、もうずっと約束してる。うん。スパーリングやろうって。焼きまんじゅう怒ります。マジでつてち,ちゃん。ありがとう。群馬焼きまんじゅうが有名なんだ。うん、3倍目ヒカル君。あ、フォローして、フォローして。ぜひぜひ。お願いします。うん、よろしくお願いします。 カルト・コ山のおち近所だ。あ、マジでうん。あの、リスナーさんのお店に泊めていただくことに。おう、編集長、こんばんは。ごちそうさまでした。美味しかったです。納豆。他県の人は知らないみたい。へぇ、知らない。い焼きまんじゅう聞いたことないね。初めて聞く。うん。群馬、行く行く。おう、レいコさんどうもどうも。ねえ、あ、すいません、アイテム。 ありがとうございます。レイコさんも旅の途中なのに。ありがとうございます、ハートココ。レイコさんすごかったよ。肌綺麗で。マシンガントーアーと。超面白い、うん。腕はね、細くなっちゃったんですよ、実は。トレーニングできてなくて。腕細くなっちゃったの。だから全然シャドーボクシングできてないから不安ですね、ちょっと。黄色い鳥さんいらっしゃい。ワドツ。楽しんでって。 この間はありがとうございました。えバルさんこの間はありがとうございました。な、何の件だろうバルさん。うん。今内容言わないので、群馬に来た時、焼きまんじゅう楽しみにしてください。お、お、わかった。検索もしないでおくわ、じゃ焼きまんじゅう。うん。楽しみにしてる。群馬はどの辺群馬はどの辺が有名なんだろうリアドするときに、明確で細かい場所が知りたいから、今ここアプリ入れてほしい。 今ここアプリって何なんだろうえっ、ー、と、今ここの仕組みがわかんないかなうん。えー、配信で聞けばいいんじゃないの <laughs> 今ここにいるよって。どこって。<laughs> ダメなのそれじゃうん。ダメなのかな今ここアプリ。何なんだろうそのアプリは。 タトゥーマジかっこいい。俺タトゥー入ってないですよ。うん、群馬旅行行った時に食べたけど、焼きまんじゅうすごい美味しかった。へー。GPS? ー GPS 追跡できる手アプリ。うーん、今ここは入れないかなぁ。今ここは入れなんかいいかななんか、コメントで聞いてもらえれば全然答えるんで。うん。 なんでかって言うとさ、場所を特定されたくない人もいるんだよ。あの、俺は別にいいんだけど、どこにいようが。うん。地図上で和藤さんのアイコンが動く。はい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 。だから、その、リアトツー今してる人が、今自分がどこにいるって割れたくない人がいるからさ。うん。通信料高額だから。うん。群馬の、う焼きまんじゅうがおやつ。へえそんな美味しいんだ。 うん。氷山、あさって行きます。え、じゃああさって会おうよ。あさって会おう。俺、氷山はね、結構長く滞在する予定だから。うん、うん うん。うん。あ、でね、でね,ね,ね、うん。草津温泉も遠いけど、群馬。そうだね、草津。ふわっとするする。俺は毎日毎日ずっとやってるから。配信できるときはずっとやってるよ。うん。差し入れはね、あのー、なんつうんだろう。ここに書いてあるんだけど、あのー、いただいたものを捨てたりとか食べきれなかったりとか嫌だから、あの、こういうルールにさせていただいた。 あの、リアトツは放送中でも、あの、大歓迎です。あの、放送外でもいいので、LINE、LINE 公開しているので、Facebook、Twitter、LINE。一番つながるの LINE なんで、あの、LINE に、あの、リスナー何々ですって送っていただければ登録しておきます。で、それだったら放送外でもリアトツいけますので。で、配信者、リスナーさんは問いません。生放送をしながらのリアトツ可能です。えー、顔出し NG の方はマスクをつけたり準備をお願いしています。 コーリアムならいけるよ。マジでええなた会お青よ青よ。そう、連絡取りたかったんだよ。で、差し入れは NG。荷物になってしまうためと捨てるのが嫌だからっていうことですね。で、1000円,円の支援でステッカー1枚プレゼントしています。え、サインが欲しい方はマッキーおじさんでお願いしますと。支援をしていただいた方は写真撮影も無料の特典でつけておりますと。で、宿泊とか移動手段とかアイテムの支援お待ちしておりますと。 イベントコラボ企画などの仕事がある場合は帰宅をします。これがルールです。OK でしょうかうん。よろしくお願いします。初コメワどツおずきさんありがとう。初コメワトツー嬉しいです。ありがとう。絡みましょう。そこはどこだえっ、ー、とね、リスナーさんのお店です。実家宿泊はきついけど、支援は可能。いやいやいや、なんか生主同士の支援は重いわ。生主の嫌だ。 えなたる、えな、それ重い。それ重いわ。うん。コリアも行かなかった。うん。そうそうそう。あの、リスナーさんが、お家に泊め、あ、お家っていうかお店、あの、いいよって、寝れるよって言って、布団とかないけどって言っていただいて。ラーメン屋さんなの。で、お風呂もいただいて。うん。 旦那和道に興味ないけど、一緒にリア突するわ。ああ、あり、いや、でも、ん、あのね、正直ね、これ、あのー、あれなんだけど、あのー、い、なんつうんだろう、リアトツ乗り気じゃない人が <laughs> 来ると、なんか、結構凹むんだよ。<laughs> すげえ凹むの、俺。なんかな、な、なんなの、こいつ、みたいな顔されたりすると、すごいダメージ受けるからいいよ。あの、リア突したい人だけでいい。<laughs> うん。 なんか、気まずい。すごい。気まずいっす。ラーメン屋宣伝するの、うん、宣伝は宣伝するわけじゃないけど、全然。うん。サイン書か,かねえわ、怒られるわ。うん 私は会いたいけど、旦那はヤサ男だから大丈夫。大丈夫かなうん。心霊配信またやりますか全然地元で心霊ここあるよって言ったら。LINE 変わってないえなたぬえなたぬえなたぬでね、カシーニからさっき電話が来て、あの、カシーニがわざわざ、ごめん、明日俺暗黒野球だから明日絡めねえわって言ってくれて、 また連絡するよって言って。えなたぬとヒカルくんかと思って。あとなんだっけあの、福ぐちゃん。福ぐさん。ね結構大手配信者多いんだね。あのね、どういう系のラーメンええー、とね、それが、ええー、とね、スタミナラーメン、スタミナラーメンってすごい言ってて、なんだっけ、スタミナラーメンの系列で修行をして、店長まで行って独立したみたいな話聞いたんだけど、スタミナラーメン系列、すごい美味しかったよ。 俺チャーシュー丼食べたんだけど、うん。ツイッターにあげたらめ、え、ツイッターにあげてないでしょツイッターにまだあげてないはず。ツイッターにもうあげたかな今ツイッターにあげようか。今ツイッターにあげるわ。 ちょっっと待って今ツイッターにあげるちょっと待ってねえー、っと 今ツイッターにあげたからツイッター見てみて。えー、ID ツイ、もし交換してなかったら、あ、多分交換してるはず。多分。ちょっと待って、探してみるわ。えなたぬ、えなたぬ。えなたぬ。えなた、ちょっと待って、えなたぬ。えなたぬ入ってたと思うんだよな、ね。あ、いたいた。 えなたぬ、えなたぬ。うまそうでしょ超うまいよ、マジで。お世辞抜きでマジでうまいから19年続けてんのよ。うん。チャーシューのうまい作り方、聞いちゃったぐらいだもん。これどうやって作るんですかって。すごいよ。うん。 和道旅団は誰でも入れるのいや、もう勝手に、俺のことを好きだっていうファンの方は、小手ンの後ろにアットマーク和道旅団って書いて、って言ったら、みんな書いてくれてる感じ。和道旅団は別に勝手になんか、その、足軽とかさ、小映えとか、そういうなんか和道、和道的なノリが欲しいなと思って。いや、超うまいよ、マジで。マジで、あの、一度食べてみて、あの、茨城の人は。 やばいから。うん。やばいよ、本当に。超うまい。うん。俺普通に東京に、東京にあったら普通に通う。安いし。超おすすめだよ。とろとろ。 いや、ラーメンじゃないんだよ。俺が食べたの。スタミナ、えっ、ー、とね、チャーシュー丼、俺が食べたの。ちょっと米が食いたい。米好きだから、米愛してるから、お米食べたいなと思って。で、チャーハンとかお米系のものだと何がおすすめですかって聞いたら、あの、うチャーシュー丼うまいよって。だってさ、マスターが自分のお店でうまいよって断言するってことは、うまいに決まってるわけじゃん。 うまいんだよ。ドン、チャーシュー丼。氷山には夜つくうん、朝、えっ、ー、と、九時、八時半か九時に。だ昼頃つくんじゃないかな。 昼には多分いると思うよ。昼には。いや、もうほんと嘘じゃないから。ツイッター写真見てごらん。もうわかるから。もうね、<laughs> 見た目でわかるぐらい、ほんとにうまい。うん、ほんとに美味しい。もうね、違うんだよ、全然。マジで見たらわかるよ。あ、これはやばいって。うん、超うまかったもん。 コーヒーいただこうかな。今日はホテルじゃないリスナーさんのお店。お店です。ラーメン屋さん。雑談ができるよ。大好きな雑談ができるよ。<laughs> いいね。やっぱ旅しながら雑談するのがさ、やっぱ醍醐味じゃん。夢が叶ったよ。引き寄せの法則だよ。引き寄せの法則。お風呂も。お風呂も、 自宅のお風呂入れていただいたんだけど、温泉街だから、温泉から、その、汲み取ってるんだって。お湯超良かったよ。美味しいこれ。え、これどこのがうまい。美味しい。満喫は、あの、フラットシートだけど、俺睡眠障害持ってるじゃん。 だから、12時半カンパックだけど、ドレさんの放送をずっと見てた昨日は、だから一睡もできてなかった。で、電車の中1時間爆睡しちゃって、立って起きたらもう駅で、やべえって降りて。そうです。今日はここで、あの、あの、宿泊させていただきます。雑談枠久々だよね。お風呂も入ってリフレッシュできて、超気持ちいいよ、今。 最高。まったり、まったり雑談やろそう。だからさ、時間制限があるから、バッテリーの関係で、もう、体張る企画に特化させてきたわけじゃん。いかに面白いことやって、いかに綺麗な映像映すか、みたいなことばっかりだったから、こういうまったり雑談いいわ、旅、こうだよ、とかさ、ゆっくり語りたかったみんなと。久しぶりだね、ゆきつさんね。 今日も朝からどれさんの放送、もうずーっと見てたの、寝れなくて。で、どれさんの放送見てたら、もう悔しくて、そうやの、悔しいって表現変かもしんないけど、要は、当てられるのよ。雑談。雑談どれさん上手いじゃん。だから俺もう負けてねえぞっていうので、俺もやりたいやりたいってなって寝れなくなるのよ。そう。うん。邪魔に決まってるじゃん。邪魔ですよ、そりゃ。 邪魔だよ、そりゃ。他人がさ、上がり込んだら。でもね、人の行為を無限にしたくないじゃんリスナーさんの行為を無限にしたくないじゃんちょっと迷った俺も。氷山行って満喫の方がいいかなって。でも、せっかくの旅だから甘えてみようと思って。おさ朝、ふわっす。うん。仕込みん時からか聞いたあ、聞いた聞いた。うん。うん。邪魔は邪魔だよ。 だから奥様にもすいませんって言って。うん。奥様もすごい言い方だった。寝なくて大丈夫なのうーんとね、まだ12時間後とかだから大丈夫かな。うーん、行為はあ、うん、甘えさせていただこうと思って。貴重な経験じゃん うん、そうこんなにさ、だって俺できないもんね。水知らずの人、旅やってる、困ってるな、泊まっていいよって。うん、あ,あ、石の方がいたか。お店開店は11時からかなそう,そうそうそう、かな ?11 時からかなうん。 いいねやっぱ雑談の畑だからさ雑談いいよ、うん、これぞ旅って感じじゃないですか本当っすね <laughs> 本当っすね、うん。最高ですよ、本当に。筋肉痛はまだ来てない。いや、もう来てる。つった。右膝つってる、今。うん、右膝つってます。あと左膝が、やっぱ、あのい、下りの時痛かったね。 えなたぬと会うのどれくらいだろう。えなたぬもう4回くらい会ってるもんな。青森から北が優しくなく、だって都会じゃん、北海道は。うん、シティーボーイだよ、札幌なんて。うん、でも、俺北海道旅行行ったことあるけど、めちゃめちゃ優しかったよ。関西のノリは、なんだろう、優しいとはちょっと違うんだよな。関西はね、優しさな感じじゃないんだよ。<laughs> なんつうの。 あったかいとも違うんだよな。なんか、なんか、ノリがいいに変わるんだよね。大使から電車じゃないね。あと、990、えー、9984人、途中リタイアにかける。うーん。それって面白いし、応援にならなくない <laughs> 乗っかった方が面白いんじゃないかなうん。なんか歪んでると思うけど、例えば、ジャイアンツのアンチ。 だからあ、ジャイアンツの試合見るって、俺変な考え方だと思って、自分が応援してる人を頑張れって普通やると思うんだけど、大悟大悟から乗らない。えっとね、どこだろうえー、っと、あの、今いるところが、あの、滝があるところ、袋田か、袋田の隣か隣その隣から乗るのかな何回聞いても悪いが、明日は氷山に泊まるんだよね。氷山ですね、明日は。でも、氷山は満喫あるから、 まあ、止めてもらえる人がいたら甘えようとは思ってるけど。うん。氷山に泊まる予定ですね。だから安い満喫あればいいなと思ってるけど、シャワー付きの。本当にやめないのうーん。それが信じれないんだったら、うーん、見る意味がないと思うよ。<laughs> だから、なんだろう。俺は結構そういうの、なんか、テンション下がるし、正直、見なくて、 見なくていいのになって思っちゃうかな。なんだろう。うお互いにメリットがないっていうか、俺は、目標に、例えばさ、高校野球で、甲子園目指してる子に、お前が行けるわけないよっていう、だったら、友達辞めるじゃん。普通に考えて。おかん、友達辞めるし、そいつがそんなこと言うのって、はたから見ててすごい失礼だと思うの。 だから別に一生懸命やってるんだったら、応援しないんだったら何も言わないべきだと思うけど。お金つきたらどうするのヘネシーさんには関係がないかな。うん、<laughs> だって俺が諦めると思ってるわけでしょアハートココありがとうタコさんありがとうヘネシーさんは諦めると思ってるわけだから関係ないじゃん。うん、俺を応援してくれてる人と話がしたいだけだから。うん、申し訳ない。 他の配信見ればいいんじゃないかな。5万といっぱい配信があるわけだから。袋玉、大悟ですよ。ってことは、氷山で2時間ぐらいでつけますね。そうそうそう。そうストレスは溜まってるんじゃなくて、ヘネシーさんのコメントが結構ストレスになるかな。うん。<laughs> ヘネシーさんのコメントがイライラするかな。うん。はい。リアツツツできた嘘カズさん、明日氷山で マジで全然全然、大歓迎です。そうそうそう,そう、ドリームキラーだから完全に。うん。ありがとう、かけさんありがとうバカ塾ありがとうなんだろう、う俺はさ、なんか、こう、見てる人に、なんか、おっさんでもできるっていうところを見せたいんと思ってるし、逆にね、若い頃、旅してる人とか、 と、共有したいの、ここいいよね、とか。そうやって楽しいところに、お前できるわけねえよって割って入ったら空気壊すじゃん。楽しみにしてる人に失礼じゃん。うん。だから、うん。どうでもいいかな。自分の頑張りを応援してくれない人と自分にとっては必要ない。そう,そうそうそう。なんで俺の放送見てんだろうね。うん。見なくていいのに。こんばんは、松田さん。こんばんは。 うん。それってさ、よくしてくれてる人にも失礼だよ。うん。今まで会った人にも失礼ださ。うん。氷屋もいるな明日仕事休みだからさ、行ってみようと。ええー、じゃあ回ろうよ、一緒に。<laughs> 一緒に回ろう。うん。うん。うん 不可能に近いことを、不可能に近いことというか、絶対無理って言われるようなことをやってる自覚はあるよ。うん。初見さんいらっしゃい。そこのラーメンさん、ほらほらほら来たでしょでしょそうアブドーラさんありがとうそうなんですよ。チャーシュー丼食べたんですけど、めちゃめちゃうまくて、これほん、ほんとですよね。お世辞とかでリスナーさんじゃ、リスナーさんだから言ってるわけじゃなくて、チャーシュー丼めちゃめちゃうまいよね。でしょほら。ほら。そう。 本当にうまいんだよ。多分行ったことある人だと思うんだよ。初見さんありがとう。なんか、その、周りの人が言ってくれると信憑性上がるじゃん。ありがとう。本当おすすめだから食べに来て。私も、明日の朝帰ろうか悩むな。学生たち、土曜日でもう結構多いしうん。本当本当。ありがとう、アブドーラさん。バックアップコメントありがとう。 俺ね、あの、正直ね、まずいもまずいっていうタイプだから。うまい、うまくないのね。ああ、まあ普通にうまいよっていう感じで言うから。うん。え、取り寄せもあんのへえ、ー。へー、取り寄せもあるんだ。うん。4年ぐらいかなと思ってるけどね。4年ぐらい。別にでも時間はあんまり気にしてない。別に生きてる間に達成すればいいんだもん。でしょうん。 何年かかっても諦めなければいいんだよ。うん。ラーメンあタイトルに書いてあるけどね。えっ、ー、と、タイトルに書いてあるけど、あ、店頭販売で買ってるんだ。えっ、ー、と、なんだ、なんて言うんだ、常ね大田市。なんて読むんだっけ増州かな増州大田市かなのラーメン屋うちゃんです。タイトルに書いてあります。ラーメン屋うちゃんうん、めちゃめちゃうまいよ。<laughs> めちゃめちゃうまいよ。 今の話聞いたらチャーシュー丼食いたくなってきた。ツイッターに写真あげてるんで、ツイッターに写真あげてるんで、ぜひ見てみてください。あのね、色とかでわかるから。チャーシューは。ひたちおたしだ。ありがとう。ひたちおたし。うん。ホームページとかあるのかな俺と。俺とひたちおたし。俺と。<laughs> 俺と しこさん、ありがとう。食べに、おー、のんちゃん、わたつ、超うまかったよ、チャーシュー丼。しかもね、マスターが、マスターがおにぎり、チャーシューおにぎりを作ってくれたの。夜食べてねって、朝でも夜でも多分こんなに、やばくね、超あったかいでしょ。すごいよね。あー、餃子、そう、お腹ね、そう、本当はね、2品頼もうかなと思ったんだけど、 ラーメンもレビューしたかったけど、ただね、食べれなかったら失礼だなと思って。ありがてえマジで。うん。おい、秋尾さんはどつ見たけど超美味しそうだ。でしょでしょうん。すげえうまいから、マジで。超うまいよ。だってさ、あの、19年やってるんだよ。ってことは、19年間お客様が入り続けたってことなんだよ。 それって結構信頼だと思うよ。ラーメンって超、ん資金はどこに何本うん。あの、別に、俺旅の資金なんかないから。<laughs> 店長さんご帰宅されました、マスターは。旅楽しいですよ。旅は楽しい、すごい。最高。毎日がね、ほんとエブリデイ。うん。リスナーさんの車で移動とかしないんですかあ、してるしてる。あの、えっとね、調子っていうところがあるんだけど、港町の。 千葉県のースから水戸まで車で送っていただいたりとか、今日も車で送っていただいたし、うん。全然、あの、交通手段ウェルカムです。本当に。なんか、リスナーさんによっては飛行機のチケットフェリーのチケット全然出すよって言ってくれてるし。資金がなかったら旅続けることできないやん。できないですよ。うん。うん。できないですよ。 <coughs> そこから氷山も,も可能ってことえ送ってくれるんだと全然可能だよ。ただまあちょっと遠いでしょ。いないでしょ。そういう人は。うん。ね朝迎えに来て氷山にブーンってわけにいかないでしょ <coughs>。いたら超すごいけどね、ドラマチックすぎるだろうと思うけどね。朝さんたつ、簡単に言うと花火稼ぎとステッカー販売が目的。 あ、もうブロックしよう、こいつ。うんめんどくさい。あ、え、あ、えーとね、あとね、20秒以内に、あの、反省するまで、あの、態度を改める約束をしなかったら、えー、ブロックします。あ、ブロックしちゃった。もういいや。ブロックしちゃった。俺が <laughs>、ポチって間違えてブロックしちゃったわ。いいや、もうこいつ。はい、ワトツー J さん。いつも3時間も1人で寂しいから、明日帰るってなったら LINE してもいいですか え、全然いいよ。ただ、え、明日、明日の朝までしかいないよ、俺ここ。私、水戸が実家で、郡山がいます。はいはいはい。え、でも、お、俺ここに朝までしかいないけど大丈夫サラヤン。朝までしかいないよ。うん。ライン全然ちょうだいサラヤンのライン、あるあ、全然いい、全然,全然全然。すごいね。すごい展開だね。<laughs> すごい展開だな。 うん。明日何時に出発ええー、とね、8時半にマスターが迎えに来る。8時半にマスターが迎えに来るっていう風におっしゃって。すごい展開だな。あの、朝の8時半ぐらいまでいる予定。うん。だからもう数時間後だよ。10時間後とかだよ。うん、急すぎない そうそうそう。ラーメン屋で営業してるのにずっと、はい、ワドーとか言ってらんないでしょ。誰だ、お前ってなるでしょ。帰れってなるでしょ。うん。ワドーじゃねえよ。<laughs> 営業中だわってなる。<laughs> 横浜とか全然行くよ。っていうかね、俺、日新宿だから。住まいは。うん。これはね、お店。うん。今、お店です。 リスナーさんが経営してるラーメン屋さんで、そのチャーシュー丼が美味しいラーメン屋さん、チャーシューがもう超絶品なお店なんですけど、今ね、そのお客様も、ごリスナーさんでいて、取り寄せで、あの店頭で販売で買って帰ってますって。お疲れ様です、バタフライテールさん。お疲れお誕生日おめでとうね、お嬢さんの。おめでとう。 もしかしたら横浜にいたら会えるかも。横浜、うん、本当にじゃあ横浜の時リアトスしてぜひ。もしリアトスするとき LINE とかいただければ。LINE はプロフィールページに書いてあるので。赤ちゃんいるんですけど、あ、全然構わないですよ、僕。全然全然構わないです。チャーシューめちゃめちゃうまい。チャーシューの写真は、あの、ツイッターにあげたんで、リツイートなり、いいねなり押していただけると、めっちゃありがたいです。 めっちゃありがたいです。よろしくです。おー、すげーすげー。11位で、ね、リツイート。四 4, 4コメント。すげー。めっちゃ美味しそうって来てる来てる。うん。すごいね。すごいすごい。ホーリー少年いらっしゃい。うん、頑張ります。ありがとう。 ありがとうございます。今写真見たけどだいぶ嘘でしょもうね、柔らかいのよ。ね、あの、こういう系のチャースシューって、油ギットギッド系が俺多い印象なんだけど、ちゃんとね、その、なんつうんだろう、アクを抜いてるっていうのかな、下ごしらえがすごいしあるの。だから超食べやすいの。柔らかくて油の海苔もいいし、うまかったよ。すごいうまかった。 なおつーさんいらっしゃい。うん、暖かくなってきましたね。ああ、青すくさんおやすみなさい。花火ありがとう。おやすみ、うん。めちゃめちゃうまいよ。リスナーさんのお店に泊まってます。どどんんぶりどんぶりそう。ご飯です。僕が食べたのご飯。ラーメン食べようか迷ったんだけど、あのー、ご飯もの、米が好きだから俺、飯系食いたいなと思って。 初見さんよろしくお願いします。ようちゃん今度行ってみます。ぜひぜひ行ってください。お近くに住んでるんですかそしたら、親の用事が休養じゃなかった朝市か夜中に連絡します。お風呂入ってきます。おー、了解ですサラさん、サラやん。よろしくです。よろしくです。 ねえ、俺がね、超有名になったらね、あ、わだを来たんだってなるけどね、そんなネームバリューもねえからさ、今、早く恩返しができるように名を上げないとね。<laughs> うん、最後に行く県は決めてて、沖縄県ですね。沖縄県で、最後です。でもね、多分日本は3週、4週すると思う iPhone バキバキなんですよ。で、北海道のリスナーさんが北海道来たら、俺余ってる携帯あるから、あの、あげるからなっていう風に言っていただいてるんで。さす、差し入れ NG っていうのは何でもダメなんですかええっと、お願いしてるのが、よくね、おまんじゅう10個とかあるじゃん。ああいうのとか、あと、こういうジュースとかも気使っていただくんだけど、例えば3人来て、ジュース3本とか1人ずつもらうと、すっごい重たいんだよ。 で、今ね、10キロぐらいの荷物背負ってるから、捨てちゃうことになるの。リスナーさんに配ったり。それって失礼なことだから、配信外でも俺やりたくないのよ。だから、その、その時、一つ食べられるお菓子とかだったら、胃の中に入っちゃえば持ち運べるからいいんだけど、そういうのは全然、うん、大丈夫なんですけど、それだったら、あの、ご飯であったりとか、あの、なんて言うんだろう、交通手段であったりとか、 まあ、千円支援していただいたら、あの、ステッカー、あの、差し上げてますので、そういった方が正直言うとありがたい。で、人からいただいたものを捨てたりとかしたくないっていう勝分なんで、あの、この辺ご理解いただけると嬉しいですね。働きたくないニートさん。だからまあ、その、なんだろう。程度による荷物になるのが、荷物になると捨てないといけなくて。それ、捨てるのが嫌だっていう。うん。 いやいや、肉、大した有名じゃないよ、俺。イベントの時、一回東京帰ってきて、また行く感じですかそう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 。うん。捨て頃のことだと思うんだけど、イベントってこれね。うん。捨て頃しょそうそうそう。あの、この、格闘技のイベント。さっきのルールに書いてあるんだけど、あの、仕事配信業の仕事がある時、依頼がある時は、あの、帰らせていただいてます。 沖縄はさ、じいちゃんの墓があるんですよ。じいちゃんのお墓が。だから、あ血は繋がってるんだけど、あのー、なんて言えばいいのかな。関わりのないじいちゃんだから、お墓参りして終わりにしたいなと思って。極端な話、小さいお菓子ってことですね。あ、そうそう、そういうものとかだったら、ご当地のなんか、 ね、一口で食べられるようなのだったらレビューとかしたいですねこれおすすめだから食べてみてとか例えばさえっ、ー、とねちょっと持ってくるねよいしょ例えばなんだけどうんそうだなあれそう例えばがないあれどこやったんだろうあれ食べた俺 あれ、なんなないわ。例えられないわ。例えられなかったわ。<laughs> 例えられません。ごめんなさい。例えられませんでした。おせんべい1枚とかさ。うん。行きたい。背頃のことです。6月までにリア突1万人行ってるかもしれない。いや、それはないよ。だって今、現時点で5日目で何人 ?5 日目で、えー、っと、 5日目でね、えー、16人だからないですね、それは。ないです。うん。コリアマじゃないのリスナーさんのお,あのお店に泊まらせていただいてます、今。リスナーさんのお店です。<laughs> ネムさんいらっしゃい。 あげるんじゃなくて一緒に食べるならありですかあまあ、それルールに書いてあるんですけど、お食事の支援っていう形でお店でごちそうになったりとかは全然ありがたいですね。そう、甘えさせていただきます。こんな感じね。セコのチケット手に入らなかった。残念だね。結構和道リスナー10人くらい来るかな。10年もかからないと思うよ。10年もかかんないと思う。 新宿にいたときタイミング合わなかったので戻ってきたとき、ああ、ゆうさんありがとう、嬉しいです。ぜひぜひ。5月の21日に新宿戻るんですけど、あの、その日誕生日なんでオフ会やります。ぜひぜひ。お願いします。<laughs> あそうでしょ今そのお店にいるんだけど、めちゃめちゃうまいよ。めちゃめちゃうまいよ。うん。19年続いてる店だもん。めちゃめちゃうまい。これ東京とかだったら、超有名店になるでしょ。マジで。ネタとかじゃなくて。ほんと行列できると思うよ。うちの店主さんに大変お世話になっているものです。とても優しい方でついている。めっちゃ優しいっすよね。 あのね、聞いたら、よく旅人とかも来るんだって。で、そこのところで雨宿りさせてくださいとか来るんだって、たまに。でも、ここにあげて、ここ使っていいよってやったりとか、あと、若い、その、バイクチームを持ってるんだけど、バイクチームに携わってて、そうようちゃんさんは。で、ようちゃんさんは、その、バイクの若い子たちを、その、支援したりとかしてるらしい。と、ちと聞いたら、ああ、ぜひぜひ、バルさんよろしくお願いします。 リア突した時にご飯も他のリスナーさんとかぶったらいけますね。ええー、とね、そうなんです。だから早め早めに LINE とかで予定組んでいただけると。そう。実際ね、その、あの、リア突した配信者さんとご飯食べた直後にご飯食べ行ったりとかもあったんで、あの、早め早めで。旅、そう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 。だから、その、頑張ってる子を助けたりとか、あの、応援するっていう、その、 旦那だよね。昔の、あのね、日本が、その、古き良き話なんだけど、俺が生まれてないこの話なんだけど、旦那っていう文化があったんだって。旦那旦那っていう旦那だよその。で、旦那っていう存在何だったのかっていうと、その、成功してたりとか、その、もう、要は、ね、若い子たちに慕われててで。旦那っていうのは、その、頑張ってる人とかを、もう、その、なんつうの、こう、 可愛がってあげるっていうか。だか旦那だよね。昔で言うところの。うん。和道リスナーって優しい人とお金持ち多いよね。和道リスナーだもん。和道リスナー舐めちゃダメよ。<laughs> うちのリスナーさんはあれですよ。成功者ですと、うんうん。うん。駅で応援した方です。そうです、そうです。 包容力があってさ、慕われる人旦那だよ。はい、伺いました。バイクチームで、その世界で活躍してたりとか、もう大会で優勝する。だからね、バイクのグッズがいっぱいあるの。ヘルメットとかね、タイヤとか、マフラーとか、お店に。もう、あの、大会の写真とかいっぱい飾ってあって。車の写真とかも飾ってある。まあ、写したらまずいかな。<laughs> 写したらまずいかな、勝手に。 すごい人ですよ。なかなかできないよ、水知らずの人間を自分のお店。だって、ねえ、ビールとかチャーシューとか全部冷蔵庫に入ってんだから、いたずらされたらさ、和田さんに質問していいかなあ、全然全然、なんでも。カレー届いたのうん、届かなかった。 俺も、あれだな。なんか、配信で一発になったら、なんか頑張ってる若い子応援できるようなさ、かっこいい大人になりたいな。よっさんの家行かないかな。 明日は北朝鮮ミサイル撃ちますかねほーんと、僕、あの、太陽の里って言って調子で何年ぶりかにテレビ見たら北朝鮮がどうのこうのとかトランプとかも政治の話ばっかりで戦争起こる戦争起こるってなっててびっくりしたんですよ。僕、実はテレビ見るのとニュース見るのやめたんですね。で、なんでかっていうと、あの、 やめ、例えばテレビをやめたりニュース見るのやめたら人生にな、どんな変化があるんだろうっていう風に実験したんですよ。で、6年ぐらい経つんですよ。テレビとニュース見なくなって。何にも変わらなかったんですね。<laughs> 人生。要は、その、何も起きなかったんですよ。で、僕、すごいリアリストで、アフリカは存在しないと思ってるんですよ。 僕の中では。僕がアフリカに行くまでアフリカは存在しない。要は知らないものを語るのが嫌いで。だから、僕は北朝鮮って国はないと思ってますね。ドナルド・トランプっていう人間はいないと思ってるんですよ。会ったことないんで。<laughs> ね、もし空からいきなり何かが降ってきて死んだら、しょうがないなって。それが自分の運命だなっていうふうに考えてます。防ぎようがないので、僕の力では。まあ、ね、トランプに会って友達になったらちょっと、 ね、なんか言ったりとか、キムなんとかさんキムさんに友達になったら、まあ、一言言ってやろうと思ってますね。そんな感じでどうでしょうか <laughs> 別にミサイル撃ちたきゃ撃ていいし、別に死んだら死んだで僕は受け入れます。<laughs> うん、僕は今そのレベルにいないです。<laughs> 撃っても止められないし、撃たなくても止められないですね。<laughs> そう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 。 どうしようもないっていうか。<laughs> それよりも、俺は、水戸の良さとか <laughs>、ね。この、ようちゃん、ラーメンようちゃんのチャーシューとかの方が今興味あるっていうか。あと、納豆定食とかね。ネバネバ丼とかね。うん、そういうのが面白いっすよ。うんうん、で、 じゃあ、予想、仮に予想をしてみるとして、仮にですよ、僕が、キム一族だったら、絶対に撃たないです。日本に原発を落とすメリットが一つもないんですよ。あ、原発、えー、テポドンか。日本にテポドンを落とす理由がないんですよ。まず、キム一族っていうのは、まず北朝鮮。なんで、北と南に分かれちゃったかっていうのは、日本、も深く関与してるっていうのを、日本人が忘れちゃってるんですね。 あれは日本が作った戦争状態でもあるんですよ。で、北って国は昔の日本を追っかけてるんですよ。軍事国家だった。だから、そっくりですよね。あの昔の日本と。で、あのー、風天の寅さんが大好きだったりとか、お父さんがね、キムのお父さんが風天の寅さん大好きだったり、アニメとか大好きなのよ。だから日本の文化を壊すようなことはしないと思います。親戚もこっちにいるし。 キム一族もおじさんって、こっちにいるのね。やる、やるはずがない。うん。そうそう、変に情報っていうか、俺とは関係ないことっていうか、他人の人生に、あの、おー、ワドちゃん両団、ありがとう。かずさん、ありがとう。そうそう、今、だって、撃たれたら終わりじゃん。それよりも、今やるべきことって、人生を楽しむことしかできないと思ってて、俺、例えば、 今日山で死んでた可能性あるし、今心臓発作でうっつって死ぬ可能性あるんですよ。人間いつ死ぬかわからないんですよ。で、僕は、その、あのー、メメント森っていう言葉があるんですけど、高級時計とかに入ってる文字なのね。メメント森っていう。メメント森って検索したらわかると思うので、死を思えとか、そういう風に訳されてるんだけど、あのー、なんで時計に死、死が暗示されてるかっていうと、 時計って何かっていうと、人生っていうのは限りがあって、それがどん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 減ってるよっていうことを忘れるなよっていう、なんていうの、教訓なんですよ。で、結局、その未来、自分の力じゃどうしようもないことに対して不安になるっていうのって、意味がないことだと思ってるんですよ。うん。そうじゃなくて、命を使って毎日毎日笑ったり泣いたり怒ったりしてる人間が僕大好きだから。うん。だからまあ、 撃たれたら、まあ、ぶっ飛ばしに行けばいいだけですから。うん、<laughs> ぶっ飛ばしに行くでしょうね、日本は。日本って、その、すっごく温厚な民族なんだけど、戦時状態に変わるとめちゃめちゃ凶暴に変わる民族で有名なのね。だから、一回なんかされたらすっごい申し返しすると思うよもう。もう、戦争強いから。戦争強い国っていうのは言葉が下手なの。 喋るのが下手なんですよ。外交が下手なんですよ。侍ってそうでしょ。武力が、あいつら戦争が強いから、言葉が下手なの。だけど、戦争が弱い国って、外交めちゃめちゃうまいですよ。根回しとか、喋りとか、ディベートがすごい上手いの。韓国とか中国見たらわかりますよね。戦って勝った歴史、一個もないじゃないですか。ずーっと逃げてばっかりでしょ。だから戦争が弱いから。 だから口がうまいとか外交交渉力がある国っていうのは戦争弱い国ですよ。うん、どうでしょうか、うん。ヨラバキルム選手。日本人はあれ、戦争させたらまずい民族だと思いますよ。一気に、一気に右傾化しますから。ここ数年の流れでもわかるでしょ。右傾化っていうのも変な言い方かもしれないけど。うん 右にも左にもね、傾きやすいの。あのね、それ背景マッカーサー様っていう本にも載ってるんだけど、あの、日本の歴史の中で一番手紙をもらった人ってマッカーサーなんですよ。で、戦争が終わった時に何十万通っていう手紙が届いたの、マッカーサーに。マッカーサー様こそ、その、天下人ですみたいな。ファンですみたいな。日本人ってブレやすいのね、すごく。うん。 だからね、あのー、そういう国民性なんだっていう、そういう自覚を持つことって大事だと思う。それがいいか悪いかじゃなくて、そういう気質なの。日本人っていうのは。だからね、日本人っていうのは、新しいものを作るよりも、伝統を守ることとかがすっごい得意なの。改良をするとか、進化させるとか。だけど、イノベーションって実は苦手なんだよね。 日本人は武力の練習してないしてないん質問がわかんないな。してないない武力の練習って何だろう武力の練習とは何でしょう果てのマークの使い方もわかんないな。自衛隊が先に行かないとならないのか自衛隊は戦争する能力はないですよ。うん。 っていうかね、あのー、日本人は、その、海外っていうのはさ、戦争するとき、攻める兵器っていうのを持ってるのよ。核であったりとか、その、爆撃機とか持ってるのよ。日本って特殊で自衛隊でしょで、島国っていう特、特性があって、相手が来たときに迎え撃つっていう考え方なのよ。わかる戦争でもそうじゃん。うん、船から来るんだけど、昔の戦争だ。船から来たときどう撃退するかっていう考え方をするの。うん。 だからね、あのー、ていうかね、もし戦争になって全面戦争になったら3日分しか持たないのね。日本の弾薬って。だから戦えないようにできてるの。うん。うん、そうですね。原子力潜水艦ですね、うん。うん。チャーシューの話から触れ幅でけえな。わどつー。うん。 で、俺は最近勉強してて、戦争っていうのはイデオロギーとか宗教だけじゃないと思ってて、あの、公共事業なんだっていうこと、経済的に見たら公共事業としてめちゃめちゃ、その、面白いのね。だから、格差社会ができた時に、それをぶっ壊すシステムって、一番それをまっさらに変えるシステムって、戦争が一番早いんですよ。うん。取り上げられるでしょ。国が徴収できるでしょ。うん。非常事態だから。 だからね、実は公共事業本能の中にね、実はね、組み込まれてるんだよ、戦争って。アメリカが戦争する理由もそれでしょ、うん、金を回すためじゃん。その在庫を処分するためなの。10年に1回戦争しないとアメリカっていう国は持たないんだよ。弾とかを全部使い切って、兵器を全部使い切って、新しい予算を出してって、システムを10年に1回切り替えないと成り立たない国なのよ。うん。 日本のディーゼル潜水艦は世界でも脅威らしいですね。特に、えー、中国が、なんて呼ぶんだろう。なんとかいているそうです。会場、会場は強いっていうよね、うん。日本は。だいたいね、その、陸上自衛隊の戦力を見よう。白兵戦って多分起こらないと思うよ。今後。 テロリスト対策とかでなんか事件とかで動くことはあるかもしれないけど、白兵戦はもう、やらないと思うね。もう情報戦とかさ、どうドローンとかで爆撃するかとかさ、ピンポイント爆撃するかどうでしょう。あと特殊部隊だよね、本当に。ピンポイントはどうやって暗殺するかだと思うから。うん。あその、70年前の戦争みたいなのは起こらないよ。ハッキングされて制圧されてバッて乗り込まれて終わりだよ、幸福って。 まあもちろん血は流れるとは思ってるけど。うん、だけど、忘れちゃいけないのは俺らは侍の末裔だっていうことサム侍なんだよ。そう。武士道ね。そう。武士道ってなんでできたかっていうのを知らないといけないんだよね。そう。平和だったからできたんですよ。 はがくれって。うん、止まります。リスナーさんのお店に泊まらせていただきます。うん。そう。命を、命を張って切ってた、切った貼をやってた侍の時にははがくれはなかったんだよ。武士道はなかったんだよ。平和だった人たちが命を使うことができなくなった侍たちが編み出した命の使い方なんだよね。 どうなんだろうなもうパワーバランス崩れてるからな世界の。北海道の後どうすんの青森に戻って、今度、日本海側から東京に降りてこようかなと思ってる。うん。うーん。まあ、詳しいこと全然わかんないですけど、軍事評論家でもなければ、ただの <laughs> 旅人生主なんで <laughs>。うん。全然わかんないですけど。うん。 北が日本をテポドン落とすっていうのはありえな、ありえないっていうか、焼けっぱちの一手。もちろんそれは自衛隊はそれを言っちゃダメだと思うけど、国家も。警戒をするのが仕事だから、立場によって発言は変わると思う。おおありがとうゆうなさん花火ありがとうゆうなさんありがとね。ありがとう。そう。だから、その立場によって発言って変わると思うけど、おー 北朝鮮って頭悪くないから、そんなに。なんかバカっぽくマスコミって報じてるけど、お俺、一国の国家を担う奴はそんなに頭悪いと思わないのよ。うん、日本人は団結力あのね、日本人の教育っていうのはサラリーマンと兵隊を作るのに向いてるんだよ。そう。要は、その、生産性上げる考え方。もう今、ダメになっちゃってるんだけど。 IT の時代だから。うん。だ自分がその北朝鮮のトップだったら、日本に落とす絶対落とさないでしょ。うん、韓国で戦争起こってみ中国が喜ぶだけだよ。うでしょ <laughs> まあアメリカが許さないよね。要は北側に中国がついてて、あの韓国は。 あのアメリカでしょジェイさん風船ショックありがとう。だからまあ安倍さんがどう判断するかだよね。うん。でも、あの戦争ってシナリオがあるからさ、出来レースプロレスみたいなもんなんだよ。上の方では分かってるから。だから、あれでしょ、その、なんだ。 安保改正法案とかにねえ、すごい上手くできたシナリオだよね。本当に。誰かが絵描いてんだよ。頭のいいやつか。俺らではわからないような人だぞ。官僚とかさ。もっと上か。もっと上もいるだろう。絵描いてるんだよ。 海道と氷山長くなるな。でも意外なのがね、宮城県仙台があんまりリスナーさんいないんだよ。なんでなんだろう。仙台ってでかい街のはずなのに、仙台のリスナーさん聞いたことないな。仙台リアとつきませんかとかないよね。なんでなんだろう。仙台って生主文化あんまりないのかな。仙台いる有名生主。 でもね、俺のばあちゃん戦争を経験してるんだけど、沖縄だから、銃弾とかで足を打たれてるんだけど、ばあちゃんが言ってた一言すごいよ。腹減ってるやつで悪いやつ見たこと、ああの、お腹いっぱいで悪いやつ見たことないって言ってた。うん。物を盗んだりとか人を殴るって、腹減ってるから殴るんだよって言ってたよ。<laughs> お腹いっぱいで喧嘩してるやつ見たことないんだって。<laughs> すごくないばあちゃんの理論。 うまい飯食わせりゃいいんじゃないなんか。うまい飯食えばいいんだよ。そう、腹が減ってるから、あの、怒りが生まれんだよ。俺、これ本、本質ついてると思うよ。腹が減ってるっていうのは、結局その国民が貧困になったりしてるからなんだよ。そう思わない俺結構ガチで当たってると思うよ。 腹、腹満腹で人殴れるやつはすげえやつだよ。<laughs> えぇ、ー、J さんおいくつなんすか、うん、生き残りっすか戦艦ヤマトの。えぇ、ー、すげえ。金持ちも喧嘩しないよね。うん、何も生まれないから。 金虫は絶対喧嘩しないし、あったりしないよ。ああ、なるほど。名言だよね。俺それすげえなーと思ったよ、うん。仲良くなりたかったら飯食えっ、つって、うん <laughs> うん。だから上は怖いんだって。 要は、飢えてると本能が呼び起こされんだよ、動物の。戦う本能が。ボクサーとかも言うじゃん。あの、減量してると研ぎ澄まされるって。知ってるんだよ、ファイターは。本能を呼び起こす方。飢えたらダメだって。食料ないとね、人、人じゃなくて獣になるんだってよ。 痩せただってもう超歩いたもん。10キロの荷物背負って山登ったんだよ、俺。階段、階段何なんだろうね、あれ。すごい登ったよね。橋つってるもん、今。今日ストレッチしないと。冷えるな <laughs>。あと、マントが欲しいな。やっぱね、もう、旅人がマントつける理由がよく分かった、俺。 あのね、かっこつけてんじゃないよ、あれ。要はね、布団にもなるし、何にもなるんだよ。マントって。で、暑かったらこうバサってやればいいんだもん。マントってすごいわ。旅人全員マントあるもんね。日本にもあるし、そのね、どの国にもマントって文化あるじゃん。その布あれ、ゴザとかにしてたんだろう、多分。下山は大丈夫何の話うん、階段エグかったっすね。 バッテリーがふんだんにあるんだったらあのまま止まっても面白かったんだけどね。山ん中にね。<laughs> でも一回一人でキャンプとかしてみたいな。配信できる山とかで木燃やしたりできる場所あるんだったら。サバイバルしてみたいね。一回。だって思うもん山とか、その人が あ、みんな森と林の違いって知ってる森と林って何が違うか知ってる定義。俺それ聞いた時びっくりしたんだけど、森と林の違いわかる人いますかこの中に。知ってるみんな。説明できる森と林。 林の方が小さくて、森の方がでかいからってイメージでしょだから、ヘクタールとか面積の問題だと思ってるじゃん。違うんだよ。知ってた規模の大きさじゃなくて、えっ、ー、と、森っていうのは、あの、人間の手が加わってないものを森っていうの。で、人間の伐採とかされたら林に変わるの。木の数だと思うでしょ違うんだよ。そう。 そう。手、人間の手が加わってるか、人間の手が加わってないかで森か林か決まるの。俺これ聞いた時びっくりしたんだよね。あ、言葉の意味って面白いなって。定義っていうか。そう、木の数とか面積の数だと思ってたんだよ。だ今日は言った山、あれだよね。初耳だよね。でもね、調べたらそう書いてあるはずだよ。 俺らが日常的に使ってる言葉っていうのはさ、そう、面白い。日本語ってすごい奥ゆかしいからね。うん。すごい面白い。定義とか、意味とか。<laughs> いろんなものが含まれてて。日本、言葉が豊かなのは文化、れ文化の歴史の深さだなと思って。仏教の空の理論は情報量が一番少ないって意味じゃないですか。 不完全整理で神がいないことが、えー、神がいないことが神とは全知全能全てだとしたら釈迦が悟ったことは空縁起ではなくて釈迦の下宿、えっ、ー、と、何が聞きたいのかわからないかな。一個の文章で一言でまとめてください。結構面白いですよね。僕も全然知らなくて、えー、そうなんだと思って。えー、仏教の空の理論は情報量が一番少ないってい意味じゃないですか。 情報量が一番少ない。う仏教の空は情報量が一番少ない。うん、そうだねははははは。情報量は一番多いとも言えるし、情報量が一番少ないとも言えるんだよ。言葉としての情報量は一番少ないんだけど、定義として含まれる情報量は一番大きいんだよ。わかるバイキンマンス。 だから、情報量で言ったら空は全てを包括してる理論だから、情報量が一番多い状態。ただ言葉としては一番上位概念だから、その、なんつうんだろう。対義語とかがないから、情報量は少ないって意味ではそうだけど、情報量は多いとも言えるよね。完全性定理で神がいないことが、完全性定理で神がいないことが、神とは宇宙全てだとしたら、宇宙全て、釈迦の揃った空、演技ではなくて釈迦の、 な、何が言いたいのか、ちょっと、多分文章を書きながら自分で分かってないと思うよ。バイキンマン、自分で読んでごらん、自分の文章。ちょっと理解できないかな。うん、もっとシンプルにいこうよ、うん。釈迦の悟ったことは食縁起ではなくて。釈迦のゲシュタルト釈迦のゲシュタルトって何、うん だろうまあコメント待とうか。<laughs> <laughs> はい、ワトツー、ジャニーさんいらっしゃい。楽しんでいってください。ワトツでーす。こんばんは。雑談楽しいね。うん。旅配信は、だ、かんだ。なんだかんだ、うまくいってるね。どうなんだろうなうまくいってるのかな何が成功とかないからね。定義がないから。楽しいか楽しくないかで言ったら、楽しいし、辛いし。 あの、なんて言うんだろう。全部繋がってると思うんだよ。裏返しだと思ってて。辛いから楽しいとか、楽しいから辛いとか、繋がってると思うんだよ。俺はね、あの、なんで大人になったら楽しいことが減ってくのかっていう定義の中に、俺は考えて、子供の頃ってさ、鬼ごっこをやって、くっそ面白かったじゃん。今、大人になったらくっそつまんないけど、なんで子供の頃って追いかけっことか、あれ、ただ走って追っかけるだけなんだよ。バカじゃん。 なんで楽しかったんだろうって言ったらね、本気でやってるからなんだよ、多分。命を使って、体力全部振り絞って、だから子供の頃バタンって寝るじゃん。でガーって寝て、わーって遊んで、バタンって寝るじゃん、子供って。あれは、命を使ってるからなんだよ、多分。だから本気で泣いたり、本気で笑ったりできるんだよ。で、その、理性がどんどんできていくと、リスクを避けるようになるから、 その、怪我することとか、命の危険になることやらなくなるんだよ。だから、つまんなくなって打つとかになるんだと思ってるの、俺は。だから、今、そういう意味では子供みたいだよね。あの、全力で走って、全力で考えて、全力で楽しんでるから、もちろん全力で辛かったりもするんだけど、その分全力で喜びがあるから、だから、なんて言うのかな。 あのー、うまくいってるかどうかはわかんないけど、人によって見え方違うと思うけど、あ今命、命を使ってるなっていう感じがするね。楽しいね。うん。うん、まあ、それはね、あのー、なんだろう、リスナーさんの支えの、支えの中でやらせてもらってるから、うんうん、全国旅するの夢でしたね。今夢の中にいます、僕は。 釈迦の空縁起は説明原理ではないでしょうかそうです。その通りです。悟ったことではなくて、悟った、悟ったことではなくて、語ったこと、ああ、説明原理ってことうん。あのね、それは深い。オッケーオッケー。ええー、と、釈迦の空っていうのは、釈迦が空だって言ってないんです。まず。バイキンマンん。まず、釈尊っていうのは、あのー、 その説法をどんどん唱えていくんだけど、それを理論体系化するのは何百年も後の話なんですよ。で、ナーガールジュナっていう人が、釈迦の教えを体系化した人なんですよ。要は数学的っていうのかな。文章なんだけど、あの、数学的に定義したっていうのかな。数学的にじゃないんだけど、文章化したっていうのかな。論理化したっていうのかな。 要は言葉で釈迦が言ったことはこういう理論だっていう体系を作ったのがナーガールジュナで、ナーガールジュナが大乗仏教の、えー、始祖でしょ解祖でしょだから、あの、釈迦は空を語ってないうん。で、ニルバーナっていうのは体験なんですよ。ニルバーナっていうのは言葉じゃないの。これは釈迦も言ってるんだけど、体験なの。うん。 ああ、ハラハラした場面ありましたね。うん。おー、猫さんいらっしゃい。バカありがとう。うーん。今日は、いやいやいや、見てくれてありがとう。嬉しいよ。すべてを投げ捨ててやりたいことやれる大人はかっこいいよ。人生一緒。大人じゃないよ。大人が、大人だったらできないよ。大人っていうのは、自分以外の誰かのために動ける人を大人って言うんだよ。おー、バイキンマン。ありがとう。そう。だから、あの、簡単に言うと、 あの、釈迦のすごいところっていうのは、うーんとね、スポーツで例えるなら、と、あーバーガーたくさんありがとう。トップストライカーなんだよ。得点バンバン取れるの。で、なおかつ得点取れるのに、監督業とかコーチング業もできる人なんだよ。本来は、そのコーチングに特化させて、理論体系化させたのが、大乗仏教なの。 うん。で、禅僧とかに近い、要は禅の考え方であったりとかっていうのは体験型なの。だからもう何言ってるか分かんないの。だから石とか、なんか片手で拍手せよみたいな話、なんかよく分かんない世界に入るんだよ。<laughs> それが禅の世界なのね。だからどっちも偏ったらダメだよって言った、その中道要はその両方、要は悟るたこと幸せになること 幸せになることじゃないな。苦しみを取り除くことのみが目的なんだよっていう。それは他人のじゃなくて自分のねっていう。それが釈迦の理論だよね。スワン癒された。いや結構ね、スワン笑ってくれてる人が多いんですよね。ビッグさんいらっしゃい。福岡にも来てください。ぜひぜひお会いしましょう。よろしくお願いします。皆さんに会いに行くため、あの、僕は歩いてます。よろしくお願いします。僕に勇気をください。バカたくさんありがとね、猫。 <laughs> そう。だから、極端な話、仏教を使わなくても、スポーツとかの中でも、人との出会いの中にも、俺は悟りはあると思ってるね。うん、止まりません、英雄さん。少女仏教、演技。えー、大正仏教、う流れじゃな。これが悟りですよ、と、刺した、えー、刺した指ではなく、自分で体感しなさいというのが大元ですよね。そう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 。 まあ、あの、えっ、ー、と、上座部上座部だと縁起で、えっ、ー、と、大丈夫だと食うとか。うん、そこどこここはね、リスナーさんのお店です。ラーメン屋さんです、うん。だから、なんだろう。俺は、なんだろうな。苦しんでる人のための仏教だから、う苦しみの取り除き方じゃん。苦しみ方、悩みの解決ができない人の。 警察2回も見ました。どういうことネムさん。警察2回見た初見さんいらっしゃいこんばんはチャンミーさん。日本全国旅してます。ワドです。よろしくお願いします。もしよかったらフォローしてってください。コメントありがとう。だからさ、なんだろう。うん。理屈じゃないとも言えるけど、両方ともできないダメだよね。今、茨城ですよ。うん。袋田にいます。 袋田じゃないのかな袋田の隣町、ま、かなうん。ちょっと俺が土地勘がないから、袋田っていう駅から移動したんだけど、今どの辺にいるんだろうあ、皆さんありがとうございます。えっ、ー、と、1900人超えました。フォロワーさんの数が1900人増えました。ありがとうございます。えっ、ー、と、旅始まってから200名のリスナーさんが増えました。 本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。初見さんがいっぱい増えてフォローしていただいてるね。もうすぐ2000いけますね。あ、知ってる嘘。本当にありがとう、チャンミーさん。ありがとう。悪名高い和道です。警察いたの心霊配信。はい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 、心霊配信ね。 警官にねお化けいたーっつって止められちゃったもんね、うん、お化けより国家権力の方が怖いからね <laughs> なんか性格変わりましたいや全然変わってないよ うん。印象、見え方が変わったんじゃない関わり方によって人ってどう見えるか変わるから。うん。そうそうそう。タイミングとかあるじゃん。怒ってる時に見たらこの人嫌な性格とかさ、普通に喋ってる時にね、見たら、ああ、この人普通なんだって見えるだろうし。タイミングによるんじゃん。うん。その、ちゃんみーさんがさ、どのタイミングで俺を見たか俺は知らないからさ。うん。やっぱ長く3ヶ月くらい見ないとわかんないよ。 あ、よく言われる。怖いって。うん。でもまあ、どうだろうね。ずっと怒ってたら疲れちゃうからね。フォロワーセクシンを抜きそう。えセクシングも,もっと多いでしょフォロワー。俺より長くやってるわけだから。うん。 丸くなったよく言われるんだけど、どうなんだろうな。みんなが丸くなったんじゃないの <laughs> みんなが丸くなったんじゃない、うん、旅行いい感じだね。優しそうありがとう。あ、2200ぐらいなんだ、関さん。でも俺別に誰かと比べてやってるわけじゃないし、関信号はリスペクトしてるよ、俺。うん、関さんは。全然俺よりキャリアがあるし、面白いし。人数じゃないんだよ。ファンの、 重いでしょ。うん。暇があったら遊びに行きますね。私、茨城県だから。俺、明日福島行っちゃうから今日がラストだよ。茨城。うん。ずっといるわけじゃないよ。日本全国旅してるから。うん。また来るよ、茨城。フォローして。日本多分4週ぐらいするから。お、ま、父、あ、さんって喋ってる感じとサムネだけ見た感じと違いますね。そうどうなんだろうね。どうなんだろう。サムネイルは結構、 あの、かっこいいデザインに仕上がったと思ってるけど。仙台に行きますよ。行きます、行きます。ネムさん仙台なの,のリアとしてください。ぜひ。生ドを見てください。うん。大阪にはいつどっ大阪だいぶ先だなまだ全然見込みが立ってない。大阪は。 おすすめに出てる顔っていうか、ああ、どうなんだろうね。うん、怖い顔なのかな。俺がアスペっていう、あの、発達障害っていうのだから、無表情なんだよね、基本的に。うん、4週5週はするんじゃないですかね、今のペースで言ったら。1週で1万人行くとはとても思えない。県移動早い。前県こんな感じで移動ですか。ちょっと急いでる感じはあるね。もっとゆっくり移動してもいいのかもね。 ただ今はその稼がないといけないし、リスナーさん、だから焦ってるのかもしんないね、今。あーすげえツイッター、Twitter、もすごいよツイッターのフォロワーさん50人増えたありがとうみんな。ツイッターのフォロワーさんが大爆発してますね。ありがとうあの、Facebook もやってるから、Facebook やってる人、もしよかったらフォローしてください。Facebook、LINE、Twitter とかやってます。他にもいっぱいやってるんで。 息子起きてきたからラジオ代わりに聞いて寝ます。うん。おやすみ、ゆうちゃん。おやすみ。あ、ありがとうございます。アブドーロさん。よろしくお願いします、今後とも。いやー、ありがたいですね。やっぱ行動は全てだよ。家の中に引きこもってるよりも、外に出た方が楽しいよ。間違いなかったね。うん。リアルですよ。うん、生きた情報はリアルにあるの ありがてぇ。この度の YouTube チャンネルに、え、この度配信全部 YouTube チャンネルに上げてるよ猫王さん。YouTube に動画アップしてるようん。和道チャンネル。上げてる、上げてる。 なんか明日怪しくなってきました。ごめんなさい。いつか群馬に来るの。およくいるかいいよいいよ。タイミングだから。タイミング。縁だから。うん。出会うべくして出会うのが一番いいよ。無理して出会ったらダメなの。今しかねえっていう時あるから。うん。タイミングだよ。会うべくして会うんだよ。 寒いな、ちょっと暖房つけていいよって言われてるからちょっと暖房つけてくるわめちゃめちゃ寒いわ茨城なめてたわ。 行かねえとダメだな服舐めてたわ。服装を舐めてたよ。過去の動画見たんですが、スクワットやめたんですかスクワットからね、腕のダンベルに切り替えて腕がこんな感じになって、腕がこんな感じになって、今は何もやってないかな。歩いてるだけで筋トレだから、今は。ワトさんの名言集欲しい。 俺ね、でもね、人から借りてる言葉がすごいいっぱいあって、例えばその夢は逃げない。いつも、夢から逃げるのは自分だって言葉は高橋歩さんの言葉だし、えっ、ー、とね、一人で見る夢は夢でしかない。でも誰かと見る夢は現実だっていう言葉は、小野洋子さんからの引用なのね。だから、ズボン一本です。ズボン一本です。 パンツ3枚、靴下3枚、T シャツ3枚かな。トレーニングはだから歩くことかな。うん。うん、ああ、猫さんバカありがとう。だから、自分の言葉で言うと、だからアフリカはないとかだよね。うん。アフリカはないとか。うん、なんだろう、うあと。うーん。吉田松陰とかの言葉も好きだけど。 あ、でもやるんだよっていうのはね、えっ、ー、と、サブカルチャーの、あの、なんだっけな、誰の言葉だっけな、あのね、サブカルっていうジャンルを引っ張ってきた人の、その、作家さんがいて、その人の本の一節で、もう、映画監督とかアーティストとかにすごい影響を与えた言葉なの。 サブカルの人なんだけど、ちょっと今名前が出てこないんだけど、でもやるんだよで検索すると多分名前出てくると思うんだけど、どういうストーリーかっていうと、その文庫本の一節なんだけど、あの、猫を勝手に飼いならしてる迷惑おじさんみたいなのが流行った時期があんのよ。そのニュースとかではなんか猫を勝手にもう何百匹も飼って、近所が迷惑してますみたいな。で、そのサブカルおじさん、サブカルの人は取材しに行ったら、 その、捨てられた猫とか、虐待された猫とか、野良猫とかを、かわいそうだからって言って餌をあげてたのよ。もう、要は動物愛護の精神でやってたの。で、その人はもう、でっかいおけに、もう、ど、キャットフード、バーってやって、ゴシ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 、毎日綺麗に洗ってるんだって。で、それを洗いながら自分が叩かれてるのも知ってて、その時、おじさんの一言が、なあ、こんなことやってバカみたいだろうって。こんなことやって無駄に見えるだろうって。 こんなの洗わなくたっていいんだよって。誰も褒めてくんねえよって。でもやるんだよって言った一言が出てくるの。そう。要はバカにされても、無駄に思えても、苦しくても、叩かれても、でもやるんだよっておじさんが言って、その、その、一個の話がもういろんな人に多大な影響を与えたっていうサブカルの中で。根本圭さんだ。そう。根本圭さんだ。ありがとう。根本圭さんの本の中に出てくる。 おじさんの言葉。ただ、それもオリジナルじゃない。うん。そうそうそう。そうだから、俺のツイッター、サブアカがあるんだけど、高光っていうサブアカは、あの、でもやるんだよって書いてあるの。そう、でもやるんだよって。俺、結構口癖なのね。そう、なんでアンチが叩かれてんのなんで旅やるのでも、バカみたいじゃん。なんでこんなん無駄だよ。絶対できないよ。頑張れよって。金もかかる。家で寝てればって。でもやるんだよって。終わりなの。 <laughs> でもやるんだよって、すごいんだよ。一言で全部片付くの。でもやるんだよって。うん。アブララさんはどつうそうそうそう。そう。奮い立たせる言葉なんだよね、自分を。そう。どうでもいいって。でもやるんだよって。うん。そう、ね、根本圭さんのそう。だからね、そう、俺の名言集じゃなくて、俺、すごい名言、その、自己啓発とか読み漁ってた時期があって、もう自分のコンプレックスの塊だったから何にもできない弱い弱い人間だったのよ。 だから、そう、自分を奮い立たせる人とか、いう、もう、成功してる人の哲学とかを勉強しまくって、そういう言葉を全部集めた。そう、全部佐野が悪いと同じぐらいの名言だよね。<laughs> そう。佐野が悪いじゃんよ。全部佐野が悪い。うん。これも名言だと思うよ。和道さんから知った言葉で一番シンプルだけど好きなんです。でもやるんだよは、いいよ。 例えば、育児をしててさ、旦那さんが、とか、稼ぎが少ない、とかさ、不安がある、とかさ、でも子供の将来が、って、もういろいろ考えるん。その時一言言えばいいの。でもやるんだよって。この子愛すんだよって。おしめ変えるんだよって。うん。それでいいんだよ。そう、でもやるんだよって。すごい言葉だと思う。仏教のオリジナルに近い本はありますか和道さんで仏教にハマったので教えてください。おー、すったにパータとか、ダンマパダタとか。 うん、スったにパータいいんじゃないですかうん。すったにパータとか、だんまパダ。タ。うん。でもやるんだよとか、ハチドリの一滴とか、えー、みたいな、やる気、話はやる気になる。ハチドリの一滴って知らないわ。なんだろう、それ。知らない、俺。ハチドリの一滴、今度調べてみよう。うん。そうそうそう、やる気出るんだよね。ドーピングなんだよ、言葉の。意味なんかないんだよ。 うん。それが正しいとも間違ってるとかじゃないんだよ。人の心を動かす言葉なんだよね。うん。だから、辛い時ほど言うの。俺はね、あともう一つ好きな言葉がね、沖縄の言葉。なんくるないさーって。沖縄の人よく言うの。ドンマイみたいな意味で言うんだけど、なんくるないさって。なんくるないさ,なん,な,いさなんてことないよみたいな意味なの。あ、どうでもいいよとか、なんてことないよみたいな。なんくるないさーって言うんだけど、 なんくるないさってなんで彼らは言うかっていうと、あの島っていうのは悲劇の島なの沖縄って。中国に占領されたりとか、もうずーっと戦争戦争でしょそう。なんでかっていうともう、そう日本とか韓国と繋がったり、台湾とかと繋がったりする拠点になり得る島だから、琉球王国ってもう悲劇の連続なのね。だからこそ彼らっていうのは、なんでもあったからなんくるないさって言うんだろうなっていう、そう、生きる。生きるっていうことを、 を、その一言に込めてると思ってて。なんてことないよって。ナンクルナイサーって。うん、いい言葉だよね。あ、俺、ンクルナイサーも好きだね。ナンクルナイサーって。うん。うん、すごい良い,い言葉だと思う。うん。こっちにそういうニュアンスないもんね。本当に。うん。なクくナイサーはやらせよ。あれふい <laughs> <laughs> <笑><笑>あ,ありがとうございますすいませんありがとうございますすいませんお休みの時間なのに。<laughs> ありがとうございます。パーカーお借りしまーす。<laughs> ずっとロムって見てたんだ、ね、<laughs> あったけー優しいね。生きってこういうこと言うんだろうね。生 <laughs> させていただきます。あったけーでっけー 優しいね、かっこいいね。粋だね。粋だよね。旦那だよ、旦那。うん、配信見てきてくれたのいや、見てたんでしょ、ずっと。あったけえな、かっけえな。うん、明日の仕事に支障が出ちゃうよね。パーカー好きなんだよ。マンクルナイサーって、うん。あったかいよね。うん。ワトツー、マキルちゃん。 なんかだからさ、1000人になりたいの。俺実は。1000人になるのが最終形態なのね。あの、おじいさんでさ、山にこもってるじじいとかあってみたいじゃん。よくあるじゃん、都市伝説で。富士の樹海の奥にいると1000人が現れるとかさ。よう悩み相談やってる、なんか坊主とかいるじゃん、おじいちゃんの。その、テレビとかには絶対出ないんだけど、なんかもう、 噂が噂を呼んで、都市伝説化してる人とかいるじゃん。そういうね、もうジジイになりたいの。引退したら。うん。もうなんか、悟りすましたかのように、すべて全知全能かのように振る舞う傲慢なジジイになりたい。うん。あ、でもやれやいいじゃん、つって。<laughs> でもやるんだよって、80歳ぐらいで言ったら説得力あると思うんだよね。白髪混じりで、その配信で実績残して山にこもって、なんか若い配信者とか来て、あ、細切れっ、つって。うん。 何っつて。やればいいじゃんって。<laughs> you やっちゃいなよって。<laughs> そういうのいいよね。いやー出会いがありがたい。あったけーな。超かっけーな、今。うん、<laughs> かっこいいね、うん。あったけーな。今、超かっこいいシーンでしょ。映画のワンシーンみたいだったもんね。かっけえ、うん。だってお楽しいもん。うん いや、雑談し、雑談が好きでここまでやってきたわけじゃん。喋るのが好きでずっとやってきたわけじゃん。うん。喋れるって自己表現だから。うん。すげえ好き。味のある GG になりたいよね。偏屈 GG。俺なんか偏屈になるに決まってんじゃん。そう。偏屈 G。なんかいい匂いすんな、すげえ。うん。 千人でもハイテクスするんでしょうそうそうそう。ハイパーコンピューター。<laughs> 奥バーンって襖む開けるとハイパーコンピューターが、俺の基地へようこそ、つって。<laughs> ノープランなのに重々し、ノープランがやっぱいいよ。考えたらダメよ。あ、どことこの旅館、美味しそう。<laughs> あ、脂っこくない、美味しい。甘すぎない。<laughs> あっさりしてる、美味しい。 あぬるくもなくて、熱くもない、いい湯加減。何が面白いんだよ、こんなの。うん、<laughs> 旅じゃねえよ。旅行だよ、これ。うん、今どこのホテルなの違うの、あの、リスナーさんのね、お店に泊まってるんですよ。ノンフィクションだね。リアルだよね。うん。風船ショックありがとう、ゆうなさん。そうだね、ノープランだし、本当にそのまま家出てきたかんね。だってバッグも前の日に買った、まあその日に買ったんだよ、俺、あのリュックサックも。 で、リュックサックも、そのままプラーっと入って、どれ買った方がいいリスナーさんっつったら、詳しい人が現れて。だからね、俺は実は神様っている、あ、超深い話していいですか超深い話でいいですかちょっと宗教臭くなるんだけど。どうも初見さんいらっしゃい。いつももってました。あ、コメント初コメ、ありがとうございます。コメント嬉しいです。よろしくお願いします。俺ね、神はいないんだよ。神はいないの。 でもそれは、キドって言ってんじゃないの。あの世はねえとかいう意味じゃないの。神なんていねえよってそういうひねくれてんじゃないの。神はいないんだよ。神はあるの。聖書に書いてあるの。神はあるって。俺、キリスト教でも仏教徒でもないからね。無宗教なの。ただ、宗教好き。宗教オタクなだけなんだけど、神はいない。神はある。ここ大事。要はね、擬人化しないってこと。神は現象なの。うん。神は、実は、あのね、そう、俺は、俺は、 こ、こういうことなんだよ。俺は、だから、会った人全員神様なの。俺は1万人に会うって無理だって言われてるんだよ。俺も無理だ、じゃないかなってあるの。でも、俺は見えるの。神がいるんだよ。1万人の神がいるの。助けてくれるんだよ。俺、ここに来れてるんだよ。わかるしかも、この神っていうのは、今、何ヶ月前、半年前くらいだったら、ああ、日本旅するんだってわかるけど、俺、3年前どころか、 子供の頃から旅人になるのが夢だったの。つまり子供の頃からしたら神ってるのよ。今の全ての流れが繋がってるの。神じゃん、これ。だけど、神は誰かなんだけど、誰かは分からないの。未来起こる誰かは分からないの。現象なんだよ、神って。分かる神って現象なの。だからその時によって悪魔にもなれば、その時によって神にもなるの。だけど、神を、神、 要は夢とか一緒なんだけど、神様にお願いしてないと、会えないんだよ。うん。寝れないどうした初見さんいらっしゃい。うん。隣人を愛せってすごいことだよね。あのね、隣人を愛せは実は深いんだよね、あれ。あの、隣の人を愛せとかさ、あの、良きサマリア人とかさ、結構さ、あの、さ、なんつうんだろう。あのね、隣人を愛せね、確かね、俺らが考えてるような意味じゃないんだよね、あれ。 あの、なんだったっけな、臨場愛生。ちょっとごめん、あの、検索しとくよ、今度。臨場愛生って、ね、確かね、あの、すべて、隣、近くにいる人愛しなさいみたいな意味合いじゃないんだよ、あれ。確か。お、高橋さんいらっしゃいいうん。だから、実は、神様っていうのは、その、俺はキリスト教の最大の失敗っていうのは、イエスは神であるって言っちゃったのはダメ。預言者に留めておくべきだったんだよ。やっぱり。 で、あくまでも人、神と会話ができる人にしよ置かないため。三味一体って言うんだけど、天使とか精霊、天使のことなんだけど、精霊とか、えー、ヤハウェイとイエスが三味一体、同一であるっていうふうに競技を変えちゃったタイミングがあるのよ。俺、これダメだったと思う。神っていうのは、だから人の形をしてるって思い込まされてるんだよ。違う。神様って現象なんだよ。万物の中に宿ってるの。ただ、自分が神って、 自分が神を信じてないと、神っていう現象を信じてないと見えないんだよ。そう出会えないの。面白いでしょだから神はあると思うよ、俺は。うん。神はあると思うよ。だって奇跡みたいな状況だと思わないだって、さあ、いきなり駅でよし、郡山行こうかって言った時、泊まりなよ、寒いだろって。俺、営業中だよ仕事中だよねえ。ねえ、ご家族いるんだよ お来いよって。寒いだろって。あった、あまれよって。やばくない神だよ。それは、よちゃんさんの中に宿る、多分ようちゃんさんも俺は若い時苦労したんだと思うの。若い時、旅したのかはわかんないけど、いろんな体験があって、多分かっこいい旦那がいたんだよ。俺にとってよちゃんさん旦那じゃん。かっけーじゃん。も、もちろんようちゃんさんだけじゃないよ。 ねいろんな人に助けてもらったりとか、ジョイ君とかも優しくしてくれたし、いろんな人、誰特別ってわけじゃなくて、その優しくしてく、優しくできるっていう人は、痛みを知ってることだから。そう。自分が何をしたら辛い、何をしたら痛いか分かってるからほっとけないわけじゃん。そう。寒いだろって。上がれよって。うん。噛みかかってる時は導かれてる証拠。そうなんだよね。そう。 だから、研ぎ澄まさないとダメなんだよ。本質。その、本質って心ね。その、考えることじゃなくて、人間の笑顔とか、雰囲気とか。そう、例えばその、俺はなんで茨城の人が心綺麗なのかって、俺分かったんだよ。山だよ。川だよ。太陽だよ。あのさ、コンクリートジャングルでさ、豚箱みたいにさ、 あの、人ぎゅうぎゅう詰めにしてさ、俺ら動物じゃねえんだよ。あんなぎゅうぎゅうこんな狭い思いしてさ、ハンバーガー食って何がうまいんだよ。うまくねえよ。こんな隣の席でこんなんでイヤホンつけてうるさいからって。こんな狭苦しくて。で、物価は高くて。ハンバーガー食って。金ねえやつがレトルトカレー食って。そんなん笑えるわけないじゃん。仕事に追われて、ぎゅうぎゅう舞い詰めのぎゅうぎゅう電車に乗ってって。 ダメだよ。挨拶できないよ、そんなの。嫌いになるよ、人間が。信じれなくなるじゃん。違うんだよ。うまいもん食って、太陽があって、山があって、川があって、滝があって、海があってって。心広くなるよ。そりゃ、こんにちは、どっから来たのって、本気で言えるよ。邪心がないんだもん。うん。だから俺は東京はダメだやっぱり。うん。東京、もう決断した。あの、もう前からダメだと思ってたけど、 新宿に来たのは運命だと思って。俺、新宿が日本で一番住みたくない街だったの。本当に、心の底から。な、新宿に救われたのは恩はあるよ。好きだよ。愛があるけど、新宿に住んでたらダメだ。俺は。よウちゃんさん、すげえいい話ですね。絶対にようちゃんがようちゃんに食べに行きます。何の話ですかようちゃんがようちゃんに食べに行きます <laughs> 何の話 <laughs>、うん、東京は違うんだよ。もうね、これはね、東京の魔力なんだよ。 東京の魔法なのこれは。これはね、多分ね、海外でもそういう街ってあるんだよ。あのね、なんかあるんだよ。あそこに。なんかね、俺らが知らないようなね、なんか神がかった何かがあるんだよ。それこそ、呪いかもしれないし、念かもしれないし、それから霊とか神とかいろんなこと言うかもしれないけど、要はね、欲望の街なんだよ、東京って。稼ぎてぇとか、名乗りを上げてぇとか。 有名になりたいとか。うん。だから、そういう欲がギューってなるから人を信じれなくなるんだよ。それに飲み込まれていくの。そこが面白かったりもするんだよ。騙されて、成功して、騙し騙されとか。でも、心を失っていくんだよ。だから、メーヘラっていう言葉ができちゃったんだよ。精神病っていう概念ができちゃったんだよ。そう。温かみがなくなってるんだよ。 俺はでもその中でドレさんとかロハコさんとかさ、あの、友達ができたしね。あの、ね、アサイさんとか、ノンタンとか、ね。東京にも今仲間がいるけど、その中でキラキラした、目がキラキラした子供みたいな、すげえ、天才がいるんだよ。うん。下町は、あのね、だから東京の、本当に東京のね、東京のっていうのは下町なんだよ、やっぱり。でもね、下町ってすっごい狭いのね。限定で。浅草とかの、 すごい狭いエリアの人たちなんだよ。城下町のことだから。だから、そうでしょ下町って城下町のことだから。だからね、そこはやっぱ文化が独特だよ。うん。手んでバッキャローの世界でしょあそこは特殊。ちょっと。うん、みえる寝ていいんだよ。東京は遊ぶところ。要は、飲み込まれるんだよ、あそこにいると。俺はここから出なきゃ死ぬって思った。 本能で分かってたんだろうね。だってさ、ビル立ってるんだよ。とんでもない高さだよ。理屈で考えなよ。震度、ね、福島みたいな地震来てみ、倒れるよ、あんなもん。倒れないって言ってるけど、倒れるよ。どう考えても。うん。地に足をつけろよ。日本人平屋じゃん。何千年も平屋だった理由考えろよって。なんで瓦屋根なんだよって。あれ、なんでって倒れるからだよ。倒れやすいように作ってんだよ。 ひら、上に立ってたら倒れた時のダメージでかいよ。平屋だったら倒れるもも別に大したことないんだから。近所で挨拶なんかないよ。壁ドンだよ、壁ドンそう、江戸っ子は生きの世界だから。江戸っ子の話で言うと、その、生きか生きじゃないかって難しいんだよね。うん。生きって難しいよ。生きがるとは違うから。生きがってんじゃねえよの生きだよね。そう。生きか生きがってるかは全然違うの。 挨拶なんかないよ。うん、ない。壁ドンが挨拶だよ。うるせえよ。ドーンって。うん。ももう心がボロボロなんだよ。うん。だからすごいと思うよ、浅井さんは。あの東京で人を救えるんだもん。だから俺はマザーテレサだって言ってんの。新宿のマザーテレサなんだ。 男は辛いを見ると息を感じるよね。まあ、息だよね。なんからト、車虎次郎のかっこよさだよ。息き。私は挨拶してるんだが、バイソーだったりすると悲しくなるよ。東京は難しい。だから、東京の中で、住んだとしてもなんか抱きしめたりとか、できる男になりたいよね。そう、ハグできるとか、シェイクハンドできる男になりたいよね。うん。恥ずかしくなく、こうギュ、ね、ぎゅーって、ね、起きたかーって。うん。だから、おじいちゃんと孫の関係って素敵じゃん。 おじいちゃんって孫大好きじゃん。東京とかから来るじゃん。そうするとわーってやるじゃん。あれを毎日できないとダメなんだよ、本当は。そう。ぎゅーって、頑張ったな、よく来てくれたなって。あれが理想の形だよ。うん。そうだね。本当だね。綺麗な表現だね。抜け作さん。新宿絵作タンポポか。タンポポ似合うね。うん。すごいよ、本当に。 タンポポだね。浅井さんはでも旅反対してたな。浅井さんの予言当たるからな。早く帰ってこいって。多分のんちゃんのことを心配してるの。あのね、のんちゃんに言われて気づかなかったんだけど、の、のんちゃんと付き合い始めてからね、浅井さんが急に和藤さんのこと嫌いって言,言った日覚えてる和藤さん、和藤さん、和藤さんって言って、すごい空いてくれてたか毎日来てるんだけど、 のんちゃんが付き合った日に、付き合って、のんちゃんが後ろにいるから、あれなんだ、普通に会話したら、ワドウさん嫌いとか言い始めてえ、えって言って、笑笑わら笑わ,わらってみんな笑ってたけど、俺意味が分かんなかったのなんで嫌われたのと思って。で、のんちゃんに、井さんさん何なんだろうって、すげえショックだったわって言ったら、ワドウさんバカだねって。浅井さんの気持ち全然理解してないじゃんって、のんちゃんが言って、え、どういうことのんちゃんって言ったら、私が嫉妬しないように、浅井さんは、 私に気を使って和藤さん嫌いって言ったの。なんで和藤さんわかんないのって言ったの。メイヘラの世界怖えと思ったよ。要は、のんちゃんも噛みってるのよ。俺のんちゃんすごい見えてる人なの、あの人は。だから、浅井さんのやってることがのんちゃんは理解できるの。すごいでしょ。すごいでしょ。浅井さんの行動を理解できるの。あの、いきなり嫌い、和藤さん。 嫌い、大嫌い、とかいうのを理解しちゃうの、もんちゃんは。あれは私の、私が嫉妬しないように、浅井さんは、あの、それくらい優しい人なんだよって。深すぎるでしょだから、俺は、その、なんつうんだろう。なんて言うのかな。彼女はもうドメンヘラなのよ。あのね、要はね、俺はね、そのメンヘラの気持ちと、現実の、狭間で生きてるの。 だから、メイヘラから言われるのは、本当の精神病まあ、俺も精神病3級なんだけど、2級とか1級の人は、あなたは健常者側だよっていうの。で、健常者側の人もう全く精神病持ってない人は変だよっていうの。俺は狭間なのよ。いっつもマイノリティ、T、中のマイノリティの。中途半端なの。だから、うつにもなるんだけど、は、そう、病にもうつ病にもなるんだけど、両方会話できるの。 だけど、両方とも君は違、君はあっち側、君はあっち側って。でも、のんちゃんはちょっと深いの。浅井さんもう神の領域だから。もうメンヘラとかじゃなくて、もう、光の世界の人だから。だからね、のんちゃんが通訳してくれんだよ。そう。実はね、のんちゃんが俺のこと、その好きになってくれた理由って浅井さんなんだよ。うん。のんちゃんに聞いたの。なんで、あの、俺のこと怖い人だと思ってたんだって。 で、浅井さんとコラボしてるときに、浅井さんが言ったんだって。あの、俺は知らない、覚えてないんだけど、のりこさんって。和藤さんっていう人は、優しい人です。疑わないでください、みたいなことを急に言ったんだって。いつもの感じだよ。なんか言うじゃん。浅井さん、な、何々です、みたいな言うじゃん。あんな感じで、コメントの中で、のんちゃんは別に何にも言ってないのに、のりこさんって。和藤さんは優しい人です。誤解をしています、みたいなことを言って、それでオフ会に来ようと思ったんだって。 そう、わかんないよね。だからもう、アーティストの世界なのよ。あそこまで行くと。もう、要は、ミコさんの世界だから、神様、要は、現象と会話しちゃう世界だから。要は、光見えてんだよ。あの二人は。なんか、同時に、のんちゃんは闇も見えるの。うん。要は、神も見えるんだけど、悪霊も見えちゃうのよ。だから悪霊に取り憑かれちゃうの。うん。そう。だから、のんちゃんは戦ってるんだよ、毎日。 自分が持ってる悪魔と天使をぐる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 させてるだから子供みたいに笑えるんだけど、悪魔みたいになるのよ、もう、うん。それがね、のんちゃんの魅力なんだよ、うん。のんちゃんは多分俺以外付き合えないよ。うん、のんちゃんのことを理解できるのも俺だけだよ。うん、で、のんちゃんがい、あの、のんちゃんは俺のこと愛してくれてるから。世界で一番。 のんちゃん以上に俺のことを愛する女の人はいないと思う、俺は。うん。メンヘラの息とはちょっと違うけど。波長、波長っていうのがバイブレーションっていうのかなバイブスとかね。うん。深いよね。うん。見こと音苗字とかそういう世界だろうね、多分。うん。運命っていうかね、要はね、俺が、 いないともうダメだっていうのが伝わるの。そう。のんちゃんの中で、俺、俺がいないとのんちゃんがもう、成立しないっていうのがわかるのよ。うん。そう。だから俺は、のんちゃんに絵を描いてもらいたいの。もう苦しい時でも、楽しい時でも、筆、筆で表現してほしいの。うん。もう全部絵に描いてほしいの。生きてる間。残りの人生を。絵描くしかできないんだから。うん、もう無理だよ。 何かを残すべきなんだよ、人は。インプットしてるだけじゃダメなのアウトプットしないダメなの俺は配信やるから、のんちゃんに絵を描いてもらいたい。うん。で、のんちゃんの絵はもしかしたら、誰かを救う可能性があるんだよ。世の中の、たった一人かもしれないけど、たった一人の人生を変えるかもしれないんだよ。別に、金を儲けろとかそういう話じゃないよ金を儲けろとか、有名になれとかそういう話じゃないよ 誰かの人生を変えないといけないんだよ。人は。じゃないと、のんちゃんがこの世界にいる理由がないんだもん。俺は配信があるからいいじゃん。うん、のんちゃんは、その、なんだろう。絵を描くべきだよ。絵と向き合うべき。うん、レクチューはギターと向き合うべきだよね。それこそ音楽と。子供がいる、 お、お母さんは子供と向き合うべきだし。うん。だ、だと思うよ。なんでもいいの。株でも FX でも。うん。命を使うこと、使命。うん。ミッションでしょ。コミッションじゃないの。コミッションって給料のことじゃん部合のことじゃんミッション、使命。命を使う。何に命を使うかを見つけられたやつは強いんだよ。やることが決まってるんだもん。うん。な、俺は配信やるよ。俺のミッションだから、これは。 そう。まあでも、たまにね、花火っていうコミッションの話も出てくるけど。それはほら、俺がまだ凡人だから。<laughs> 俺アーティストになれてないから。凡人だから花火の話をするんだよ。金の話。これ、でもね、しょうがないんだよ。本音で語らないと、要は未熟なの分かってんの。金に囚われてんの分かってんだよ。本当に。心の底から出せと分かってんの。でも、今のリアルなんだよ。 だ、これで、本当に俺が配信者として成功したら、もう花火の話、アイテムの話とかしなくなるから。要はね、俺の未熟さなんだよ。これ本当なんだよ。でもね、これ、これを隠したくないの、俺は。今、このダサい自分も出さないとと思ってんの。リアルだから、それが。要は成長していく過程の中で、今この記録を残しておかないとダメなんだよ。金くれっていうダサい事業を作っておかないと。 いや、石川のりの空気売ってた時代だよ。俺にとっては。多分、石川のりもう多分空気売る必要ないんだよ。でしょ空気買ってって言わないんだよ。アイテム招待って言わない、もうステージなの。要は、勝手に入ってくんの、言わなくても。ないと、あるのが当たり前の世界なんだよ、多分。そう。もうステージが違うんだよ。そこにいないんだよ。石川のりは若い時っていうのは食えない時配信で空気買ってくれって。空気買う、要はお金だけくれって意味だよね。うん。知ってる空気を売ると。 で、俺に振り込めって。俺はすごい男になるから、それだけ約束するって言った時代があるんだよ。ダセーじゃん。ダサいけど、その、かっこいいじゃん。だからね、そのね、今俺は、その、石川のりゆきさんの空気売ってたところに入ってんだなと思って、すげえ悩むよ。ダセーなって。それ寝れなくなったんだよ。満喫で。財布の中見て、ダセーな俺と思って。毎日悩むよ。配信のことに関しては。他悩まないけどね。 他は悩まないけど、配信のことはもう毎日悩む。全問答だよ。うん。いや、笑ってるけど、笑ってるけどシビアだよ。本当に。笑ってるけどそういうもんだと思うよ。ていうか、でっかいパーカーの方がかっこいいな。パーカーってダボダボ着た方がかっこいいね。うん。いつもちょっとタイトめなの買ってたけど、LL とか XL とか買おうかな。なんか、ゆるいとかっこよくないなんか。 パーカー好きなんだよね、俺。ありがとう嬉しいです。ありがとうございます。ジェイさん。でも、やっぱ、その、言葉、言葉、その、俺が、その、俺は実は、一個だけ人と違う武器っていうのを持ってるの。俺にしか使えない武器っていうのを、実はあんまり話さないんだけど、今日話そうか。これは昔から、子供の頃から持ってたものなのね。で、これだっていうのあるんだよ。 誰も持ってない武器って俺持ってるの、実は。そう。俺の中に。それね、あの、これは、あの、多分ね、放送で一回も話したこと、聞いたことないよね、多分。うん。ちょっとね、あの、自慢じゃないんだけど、気づいてて、俺はね、言霊が使えるんだよ。言霊。言霊ってわかんないでしょ。わかるあのね、言葉に、念を込めることができるの。 言葉遣いなんだよ。言葉遣いっていうのは違うよ。言葉を使うものだよ。言葉なんだよ。もう喋りだって分かってるんだよ。俺の中で。意味とかじゃないの。その一個の単語に、すごい情報量。同じ言葉を言っても、バカっていう言葉あるじゃん。バカ。バカ。そう、言葉。 バカ。バカ。全然違うでしょバカ。バカ。全然違うんだよ。これが使えるの、俺は。要は、このバカ一つに、いろんなニュアンスのバカを組み込むことができるの。これはね、あの、な、普通の生主できないから。うん。おー、タコさんいらっしゃい、ワコツ。これはすご、あのね、難しいんだよ。うん。これ、これなんだよ。要はね、 あの、ものまね似てるって言われるでしょ。それはね、相手の言霊を読み止めれるからなんだよ。多分。発音的にとか似てないんだよ。でも、そ、その言霊の色がわかるんだよ、俺は。この人の色っていう。うん。俺はわかる。そう。だから、模索できるんだよ。ただ、モノマネ芸人ではないけどね。うん。うん。だから、その、なんつうんだろう。 言葉って面白いなって思う極めたいなって思うよ。喋、喋りとはつかんでよの、ね、言葉だね。うん。言葉の表現力っていうのは、日本人に生まれないと、これはできないことだと思ってて。うん。モノマネ見て。おいジーあのよいや、モノマネっつってもよなおいダメ <laughs> だ,だ、ちょっと無茶振ぶりすぎるわ。<laughs> うん、まあ、いいんだけど、うん。でもね、これはね、あの、子供の頃からあるな、っていうのも、これね、なんで、ことだま宿ったかっていうと、実はね、すごいね、タイミングがあるの。また、ちょっとね、ことだまやってみるじゃん。いや、だからよ、いや、便所、便所さ、あの、俺よ、強くなるっていう企画をよ、やりたいと思ってるんだけど、 な便所、俺とボクシングやろうぜ。いや、いや、だから金とかじゃなくて、うん、うん、うん。いや、ああ、ありがとう、ありがとう。便所よ、うん。<laughs> これ、言霊がなせる技だから、これは。言霊使いじゃないとできないから、そう、わかるっていう、そう、絶妙に似てるわけじゃないんだけど、ポイントは掴んでるでしょ。<laughs> うん。あのー、何の話してたのあ、そう。 俺ね、実は、なんで、これびっくりするかもしんないんだけど、俺ね、失語症になったことがあんの。あの人生、もう子供の頃からうつ病で死ぬのが怖くて怖くて、その、あの悟られっていうのがあるらしいんだけど、これ話すと悟られ悟られって言うんだけど、大人と喋るじゃん。そうすると先読みされるの。俺の、喋ったこと。幼稚園の時から怖かったの。 要は、大人って子供と喋るときに、目の色とか表情で読み取るじゃん。で、帰ってくる言葉で怖かったの。こいつ俺の心の中読んでるって。で、俺怖くなっちゃって、子供の頃から、要はさ、言葉に出してなくても、頭の中で言葉を出すでしょ。思考させるじゃん。これすらもシャットアウトしてたの。大人って怖い、人間って怖いって。俺の心は誰かに漏れてるんだと、本気で思い込んでたの、子供の頃。だから、喋れなく なってでうつ病が重なったの離婚のショックで虐待と壁もう一言も何も思考しないぐらい3週間止まったので3週間目にうつが治った時に <laughs> って本当になっちゃったの要は喋り方って忘れるんだよ本当に人間って極度のうつ病になると失語症になると喋ろうとした時にガーンって本当になるのこれ びっくりするから、自分でも。もう意義が、生体の使い方が分かんなくなっちゃうの。3週間喋んないと。で、そう、心でも唱えなくなってるから、そう。で、それから喋るようになったの、急に。だから、あの、エヴァンゲリオンのさ、あの、カツラギの話、あの、ミサトさんの話出てくるでしょミサトさん、セカンドインパクトの後に、あの、喋れなくなるんだよ。 で、ミサトさんすっごいその後喋るようになるの。あれめちゃめちゃわかるの、あれ。ミサトさんの気持ちめちゃめちゃわかる、俺。<laughs> うん。まじまじ。喋るっていうことと思考するっていうこと言語を取り除いた世界すごいよ。壁が喋りかけてくるから。喋るって言葉じゃないんだよ。壁が動くの。超怖いよ。壁の模様とかこうグニャーンって動いてくる <laughs> すごいよ。うん。すごい。もう壁とか世界が語りかけてくるから。要はね、もうメンヘラだった。で、要はだからもう狭間の世界の人間だから。メンヘラの世界行ったり、健常者の世界行ったりとか、ぐるぐる行ったり来たりするから。うん。言霊のテクニックっていうのは、そうね、あの、要はね、心があるぞ 心。心って言ったらいいのかな心でいいか。そう、言葉にするのはすごく難しいんだけど、心で強く思ったことっていうのは、心から出るんだよ。心から出してるかなんだよ。あまこつお疲れ青じいお疲れー,ー,疲れー元気元気。雑談が、やっぱ喋ると元気が出るから。みんなから元気もらえるの。喋れば喋るほど元気になるから。あのね。 こうね、なんつうんだろう。心で強く念じたものが言葉を作ったんだよ。多分。そうね、その、なんだろう。そのね、思いを乗せるっていうのかな。感情とね、気持ちをリンクさせるの。要は、エヴァンゲリオンの綾波なみっていうのはそれができない表現なのよ。 心と体がリンクしてないような演技をさせてんの。だから淡々と喋るキャラでしょ。りくん、何々いや、私は違う。でも、何々い,いえ、違うわ。何々っていう、その機械の喋り方をさせてんの。だけど、徐々に徐々にその心と言葉がリンクしていく描写が、綾波レイを作っていくんだよ。だから感動があるの。あの、アニメ編って。すっごい演技力たけてんの。うん。 学生時代でいじめも影響あった学生時代のいじめっていうか、それ小学生の時、引っ越した時ちょっといじめられたっていうのが、その、あったね。うん。うん、おやすみ、ミール。タイムシフトもあるからゆっくり休んで。そう。でもね、それはね、ギター、本物のギタリストとか、とか本物の料理人とか、本物の画家とかが絶対持ってるはずなの。要は、心と筆がリンクするかなんだよ。心とピッキングが、ぐーんって蝶筋がこう来るかなんだよ。 わかるわかるでしょグーって。来るかなんで、キーって。そう、わかるでしょギタリストだったらハマる音ってあるんだよ。自分の心と、グーってこう、キーっていうのとか、その、なんだろう、トゥーンっていう音とか、その、絵だったら、その色とか世界観とかが、バンって乗っかるとき。で、心が最高潮なときに心をぶつけるか。 心がダメな時にそれも表現しきれるかなんだよ。俺は言葉でしかできないの、それを。そう。言葉でしかできないんだよ。何でもいいんだよ。野球でも、運動でも、ボクシングでも、全部そうだと思うの。うん。わかるでしょそれが人の心を動かすんだよ、多分。だからね、実は心なんだよ。本当に。で、浅井さんのすごいところは心だけで動いてんの。思考がないの。ここ使わないの。ほとんど使わないの。 ここだけで動くの。うん。ありがとう。いえいえあることが難しい。ありがとう。あのね、なんて言うんだろうな。それができるやつが本物なんだよ、多分。な、なんでも。うまいものって、店主がまずいと思ったら絶対まずくなるんだよ。店主が、うめえの食わせてやるよっていう、わかるその、俺の、俺のうめえぞっていうやつはうまいんだよ。わかるでしょ 選手にか、これうめえからって言ったら絶対うまいんだよ。その、わかるかなどれくらい本気でそれを思い込んでるかっていう。で、その時まずくても10年後絶対うまいんだよね。うん。ああ、おやすみ、ジャニーさん。いつもありがとう。おやすみー。そう。全然違うよ。全然違う。うん。全然違うんだよ。そう。だからね、心を、心をどうコントロールするかが全なんだよ。そう。 あと環境。あと人間関係。本当に。本当に人間関係。うん。それが分かる人と付き合うか。うん。そう。で、ビジネスっていうのは逆なの。俺はビジネスは徹底的にここだと思ってるから。これが理解できない人はビジネス脳なの。もう徹底的にこっちなの。これがビジネスなのよ。そう。だからアーティストとビジネスマンっていうのは、 噛み合わないの。何言ってるかお互い理解できないの。だけど、この二人が信頼し合ってビジネスマン、本物のビジネスマンと本物のアーティストが組んだ時に奇跡が起こるの。そういうのがスタジオジブリとか、そういう世界なんだよ。そう。アーティストだけじゃダメなの。ビジネスマンだけでもダメなの。ビジネスマンは心にこか、もうなんかあるから。 俺なんで金こんな持ってるのに天才なのに、なんだろうっていうぽっかりがあるんだよ。これパートナーバッチーって見つけた時に奇跡が起こるんだよ。いるんだよ、世界のどっかに噛み合うやつが。あれ、こいつ育てて、みたいな。うん。そう。絶対あるんだよ。そう。すいや、あると思うよ。絶対あると思うよ。そう。ん、やっぱね、 尖る、要は俺よく言うのは、その、レゴブロックで言うんだけど、いろんなパーツがないとダメじゃん。レゴブロック。小さいとか大きいとか、自慢する色が黒だろう、かっけえだろうとかじゃないの。レゴっていうのは、いろんなパーツが無限とあるのよ。でも、大きいデコがあるやつ。要は、大きいメリット、なんつう得意な部分持ってるやつって、大きいダメなやつなんだよ。<laughs> わかる超強いけど何もできないやつなんだよ。 だから、いろんなパーツを組み合わせて一個の作品ができるんだよ。俺ね、ワンピースがそれをうまく描いてると思うよ。モンキー・ディ・ルフィってそういうやつなんだよ。一個のことしかできないから、全部できないの。だから仲間が必要なんだっていう。そう。あれは、だから、真理だよ、あれは。ルフィは一個のことだけできるんだけど、何もできないんだよ。で、それ、その自分の弱さっていうのを仲間に頼るっていうことができるから、そう。 要は自分の足りないものを見つけないと。周りで固めていかないと。うん。そう。それが仲間なんだよ。で、同じ方向を向けるかだよ。その全員が同じ方向を向けるかなんだよ。こいつと何かやりたいって。何でもいいから。こいつと関わりたいって。こいつと一緒にこの世界で生きていきたいっていう。そう。俺はその人たちを探しに行ってるの。いるから、世界に。和道だわ。 お前を待ってたわっていうやつを探しに行ってんの。そう。だって、そいつと何かやりたいじゃん。<laughs> 信頼してくれる仲間が欲しいのよ、俺は、うん。俺と生きてくって。俺もそいつと生きてくって。そう。それを探す旅でもあるのよ。役割はいろいろあっていいと思うよ。でも、一個の作品だから、それは。一個の作品なんだよ。 そう。だから俺がよく言うのは、人生っていうのは一本の映画なんだよ。だけど、ね、主人公誰って聞くの。自分の人生が、ね、一本の映画だとしたら主人公誰って聞いたら、間違いなく自分しかいないじゃん。みんな自分っていう答えるんだよ。当たり前じゃん。自分の映画なんだから自分が主人公で当たり前じゃん。だろうって。じゃあ監督はって言うと、自分って言えないやついっぱいいいんの。親かなとか。 え、シナリオライターは誰なのつって。学校の先生かな会社の上司かな所属してる会社かなって。だからぐっちゃぐちゃになっちゃうの。違うよって。お前の人生主演お前だろって。シナリオも書くのお前なんだよって。<laughs> そう。で、監督もお前だよって。で、そこにヒロインがいて、ね、自分の最高に好きな女がいて、で、仲間たちがいるじゃんって。それぞれがそれぞれの映画の中で主人公なんだよ。 そう。視点が違うだけなの。カメラの捉え方が違うだけなのよ。そう。だから、その、俺は自分の映画だから、自分の人生が俺の一本のフィルムだから、これは。これは俺の人生なのよ。そう。だから誰にも譲らない。だけど仲間には頼る。うん、そう。決定することは自分なの、うん。そう。誰かに預けちゃダメなんだよ。うん。 多様性を受け入れるなって話じゃなくて、多様性は受け入れるよ。考え方の違いは受け入れるよ。決定権を自分に持てって。失敗したのも自分のせい。成功したのも自分のせいにじゃない。ダメなの。うん。うん、あ言葉使ってるかどうかわかんないよ。でも本気で喋ってるよ。本音で、本音だよね。本音ってすごいね。本当の音色って書くんだもんね。うん、音がこもってるからね、言葉だから。本音っていいね。 本気で喋ってね本音で喋ると魂が乗っかるんだろうね。 だから俺はカメラが回ってる限り怖さはないの。死んだとしても、本当に。カメラが回ってる限りっていうのは、なんだろう、う表現だから。うん。みんながいるから怖くないの。100人、200人仲間がいいんだよ。<laughs> やばいよ。俺より頭がいい人が100人、200人いるんだよ。俺と別の経験をして人間が俺に常にアクセスしてんだよ。絶対間違えないじゃん。うん。こ、ここどうしたらいいかな。200人がアドバイスくれるの やばいぞ。超強えぞ、配信者は。<laughs> こうした方がいいんじゃないああした方がいいんじゃないって200人がドッて意見くれて、200、200人の中から選択するんだよ、俺。どれにしようかなーっ,つって。うん。俺より頭いいって信じてるから。ただ決めるのは自分ね。それは本能。どれを選ぼうかって。考える必要ない。俺は動けばいいだけだから。<う>迷ったり分からなかったら聞きゃいいから。リスナーさんに。助けて,ってヘルプミーって。 すごいよ。これはね、配信者になってみないとわかんないと思う。うん。200人の脳みそが常にアクセスしてんの。これがね、1万人とかになったらすごいぞ、多分。ヒカキンが見てる世界はすごいだろうね。でも俺らの場合、リアルタイムだから。今ここに、今この部屋に200人いるって想像してもらいたいの。それが俺の体感なの。 みんなは自分の部屋で俺と一対一だと思ってるでしょ違うから。それ臨場感が足りないの。今、216人がこの部屋の中にいる感覚があるんだよ。うん。で、ごくっつってこうやって見てんの分かるから。コメントしないで。ごくっつってこうやって聞いてんの。つって。そう。それが、それが面白い。うん。もっと話そうって本気で向き合って、本気で語って。ね。うん。 うなちゃんマンも,もその逆に似たようなこと言ってる。へえ、どういうことなんだろう。うなちゃんなんて言ってんだろうね。聞いてみたいね。うん、そう、1対1じゃないんだよ、うん。200人がこう、パーって。だからね、あの、もう、高機能体のくぜ、くぜってこういう状態なだ,だろうなって思うよ。だから本当はね、バッテリーとかの問題じゃなくて、脳みそに直接アクセスして、俺の視覚屋に入ってもらいたいよ、うん。俺の心で感じてることとか全部共有したい。 うん。そう、200人の目だよ。200人の目と耳。で、脳みそね。あと、心。うん。心。これが厄介なんだよ、心は。心が厄介。心はね、悪魔にもなるし、天使にもなるから。人殺しにもなったら善人にもなるし、神様にもなっちゃうからね。そう。ハートは厄介だよ。 200人に見られてるんだから俺にプライバシーなんかないんだよ。うん。そう。心次第だね、本当に。だからね、心をきれいにしろとは言わない。きれいとかわかんないから。そうじゃなくて、感覚を研ぎ澄ましておかないダメだよね。 そうどれが正解なのか。この中に正解ないんじゃないかとか。うん。初見さんいらっしゃい、ルー様。いらっしゃい。明日どこまでって、みんな俺に質問するけど、さ、いつも言うんだけど、もう慣れてほしいんだけど、俺は何も決めてない、この旅に関しては。決めてることは日本回ることと1万人に会うことだけ。うん。それ以外ルールはないんだ、何も。コロコロ変わってるでしょ、すべてが。 旅館泊まりたいと、さっきまで思ってたけど、旅館の値段が7000円になった瞬間に、あーわかんねえわ。もう、7000円なんて無理だわ。枠開いてみよう。花火が上がったら泊まろう。もしくはリスナーさんに相談してみよう。わかんねえ。パカって開くんだよ、その時に。こうやって。わかんねえわつって。よしって。これが俺だから。わかんない時は枠開く。で、とにかく喋る。それが俺の行動なの。俺にはこ、このパントラの箱を開けるしかできないんだよ。 そう。そしたら山、滝見て、綺麗って。旅館でな迷ってたの。綺麗滝いいよ、ワドいいじゃんお、何階段ある登っちゃえよお、遭難してるじゃん、ワドつって。大したことねえよとかさ。気づいたらここにいるんだよ。<laughs> よっしゃ、氷山行こうぜつったら、ワド寒くねえかって。腹減ってねえかってちょ。止まるかって。風呂、入るかって。はいって。<laughs> わけわかんないよ。俺もわかんないよ。 明日どうなってるなんか分かんないよ。とにかくでも明日、どっかにいるよ。<laughs> どっかで生きてるよ。で、間違いなく明日配信やってるよ。うん。それだけ約束できるよ。うん。は <laughs> はイポー笑ってくれたら俺嬉しいわ。いや、ヘイポー、そう、リスナーさんが笑ってくれたら何でもいいんだよ。うん。人を笑顔にするっていいじゃん。こいつバカだなーでいいのよ。酒飲んでて、こいつ頭悪いなーとかさ。 こいつバカだなってあるじゃん。それが一番嬉しいよ、本当に。うん、だってパソコンでインターネットで電子情報だよ、こんなの。0か1かだよ。0と1の複合体だよ。それ見て笑っちゃうんだもん。魂が、心が繋がる瞬間じゃん、気怒哀楽って。それでいいよ。何でもやるよ。別に。でもある程度決めて先に話してくれないと、トツしにくいですよ。あのね、理屈で考えてるやつはトツしないよ。これね、 あの、嫌味で言ってんじゃないの。理屈で考え、行こうかな、行かないかなっていう人は来てない。うん。行くわ。<laughs> 会ってみてえわ <laughs> お。ちょっと会ってくるわ。っていうノリなの。俺もノリなの。みんなそうだよ、多分。リアとした人みんなそうでしょああ、行こうかな、行かないかな。どうしようかなっていうやつは来ない。絶対来ない。うん。行けたら行きますっていう人、来ないです。 来る人は来るって決めてんの。うん。行くわ。今行くわ。なんか楽しそうだわ。わたわた飯食いてえわ。とか。こんなノリなんだよ、そう。そう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 。ノリなの。なんかどんな男なんだ、こいつ。とかさ。おお、近くに来たんだ。行ってみようかな。みたいな。好奇心なんだよ。うん。だからね、いい。<laughs> 俺はぐるぐる回るから。何周でも回るよ。何回でもチャンス作るよ。何回でも会いに行くよ。 決めるのはみんなだよ。<laughs> ここまで来たんだから。<laughs> そう。俺じゃねえんだよ、実は。会いに行くって決めるのは、俺は近くまで行くチャンスを広げるだけなの。来てくれるかどうかは俺が決めらんないんだよ。みんなしか決めらんないんだよ。うん。そう。だから遠くても来てくれる人なんか5万人いるよ。だから捨て頃とかそうじゃん。北海道から来るリスナーさんいると思うよ。 こんだけ50人の配信者集まるなら俺行くわって。ノリだよ、ノリ。うん、ノリ。理屈じゃねえよ、うん。そう。本気で会い,会いたいと思ったら会えるんだから、別に。だからその価値が俺にあるかどうかだよね。うん。あ、こいつ会ってみてぇなーとか、うん、そう、そういう魅力があるかどうかの問題だから、そこを磨きたいね、俺は。 どんなに遠く離れててもこいつにいつか会いたいっていう。そう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 。こいつにいつか会ってやるっていう。捨て頃の看板悲しかった。だからそれは本気具合よ。300人が本気だったのよ。猫王さんよりも本気で熱狂した300人がいたんだよ。だって、匠さん、マネージャーさんなんかもう寝ないでずーっと張ってたらしいよ、こうやって。一回取りこぼしたから、悔しくて。 絶対ローソンの前でも五5分前からこうやってやってても F5F5 だよ。それ取れるよ。そう。な、気持ちなんだよ。心なんだよ。<laughs> で、本当の本気でまだ来たいやつがいたら多分ね、会場でね、偽造チケット作って入ってくるよ。<laughs> それくらいやばい本気のやつとかいるよ。本気で見たかったら。 ダメだっつって、もう犯罪でもいいわって。絶対やるなよ。<laughs> 絶対やるなよ。うん、そうだよ。うん、だから、のんちゃんがそうじゃん。俺と別れて。もう、別れて。で、もう来ないって言ってたけど、のんちゃんは買ったんだよ。<laughs> でしょのんちゃん、せごろ来れないねって言ったら、チケット持ってるよ、ワドさんっ,つって。ね決めてるんだよ。うん。そう。嫌われようがなんだろうが行くって決めてんだよ。 プレミアンチケットですね。そう。それはだからベンジョ太郎さんの志が高かったんだよ。ベンジョ太郎さんに聞いたけど、5年間温めてた企画だって言ってたもん。5年間の夢を叶えたんだよ、ベンジョさんは。でしょ ?5 年間温めててどうしてもやりたかったけど、ずーっとチャンスを待ってたんだよ。うん。だから成功したんだよ。だから5年前のベンジョさんは見えてたんだよ。300人埋め、埋めるっていうの。 そのためにずっと動いてたんだよ。着々と。俺の旅もそうだよね。夢は叶うんだよ。うん。感じるな、感じろ。<laughs> ああ、いいね。感じるな、感じろ。<laughs> なんだそれ。タイミング合わなかったら仕方ないってことですね。それそうだよ。うん。だって俺は動いたもん。 でも相手が会いたくなかったら会いに来ないもん。で、俺は無理やり会いに来いよって言えないよ。<laughs> 決めるのはみんなだよ。<laughs> そう。ワドも映画作りやんないと。俺はね、でも映画作りは50とかでもいいと思ってる。あの、っていうのも、例えば、30代に映画作って50代に旅するって明らかに順番逆じゃん。わ <laughs> かる 逆逆って。旅の経験を映画にしろよってなじゃん。なん、なんでもねえさ、30代のやつが映画作っても面白くないじゃん。だから、死ぬまでに一本作ればいいと思ってる。自分のこういう考えをバーンってまとめれば。うん。<laughs> あの記者会見笑った俺も動画見て記者が誰もいないっつってマジかと思ったけど。まあ、それも面白いじゃん。失敗、経験。うん。 うん、あそこは考えてるね。映画を出資させて作るのは何て言うんだっけクラウドファンディングクラウドファンディングかな俺でも出資とかあんま考えてなくて、俺は今メンバー集めてるよ。メンバー集めてるよ。要は脚本書かけるやつ。要は俺は監督しかやらないからで、作るイメージボードみたいなのしかできないから、ストーリー、セリフ付け、役者。 やりてえやつ今探してるからね。そう、音響、照明、カメラワーク。要は、ワドと映画作りたいっていう仲間を探してるよ。クラウドファンディングは配当しないでいいから楽じゃん。配当しないでいい配当出すところもあるけどね、全然。いや別に金が必要なんじゃないんだよ。人が必要なんだよ。思いが必要なんだよ。狂った映画撮りたいから。うん。うん。 メガネ外したらいけない。犬井さんいらっしゃい。なんつうんだろう。俺は別に金はぶっちゃけ集める能力あるから。うん、そうじゃなくて、こういう奴らとこういう映画作るんだっていう仲間が必要だと思う。人だと思ってるから。うん、金は大した問題じゃないよ。うん、面白いことは金持ち金出すから。 面白いものには勝手に金が集まるから。うん。緑の絵がいまいちわからなかった。あー。和 <laughs> さんなんで和道という名前をつけたんですか俺は実は和道っていう、和道じゃなくて和道なんだけど、和道っていう響きがかわいいなと思って。で、当て地だね。うん。本当はね、我が道で和道なんだよ。 我が道で道なんだよね。うん、響き。道って可愛いなぁと思って、うん。金より人の方が集める。そう,そうそうそう、人の気持ち。要はさ、映画作るのなんかさ、一問の得にもなんねーんだよ。だけど、その、ワクワクしたいじゃん。うん、作品残さないっつって、生きた証残さないって言って。やばいの作ろうよって。うん そもそも映画作るの面白くないじゃん。や、えっ、ー、と、やらないよ。お金払わないと。うーん。俺は映画作るの面白いし、無料でやるね。<laughs> 君はだから俺の仲間にはふさわしくないだけだよ。<laughs> 大丈夫。君は仲間に誘わないから大丈夫。<laughs> 大丈夫です。自宅、すごいよね。人の家でこんだけ語れるんだぜ。 初対面で出会った人の店で、こんだけ語れるってすごくない <laughs> どんだけ厚かましいんだっていうね <laughs>。どんだけ厚かましいやつなんだよな。うん、笑うわ。自宅みたいだね。自分に何かできるかわかんないけど、一緒にやってみたい。全然、全然声かけてよ。うん、脇役でもいいじゃん。何もできないなら。<laughs> 何でもいいじゃん。 のののの意意見見が通通っても他の意見の通らなないいんじゃないの知らねえよ、そんなの。お前が関わらなきゃいいじゃん。俺のこと信じてねえからそういうこと言えんだよ。でしょ俺のこと信じてないんだよ。だからお、お前とは組まねえから大丈夫だよ。<laughs> 居心地めっちゃいいっすね。脳内から湧き出る不思議な感覚を映画化してみたい。ねえ。映像表現としてやってみたいよね。だからその、俺が見えた、子供の頃見えた幽霊とかマガタマとかも見せたいんだよね、映像で。えー、you do you no know step? あれ、割りかしよかった。why do you step? あれ、割りかしよかったよ。なんだろう ?why do you step?、うん、そこはどこなのリスナーさんのお店。 リスタンさんのお店。うん、テスト。ババアからむしり取った600万で旅行ですかババアからむしり取ったけど、俺、手元に600万残ってないけど。<laughs> 俺俺詐欺で600万の被害額じゃなくて20億だかんね。半年間で。うん、渋谷のキングの映画。へー。うん、お店で寝るの うん、でも楽しいからな、ずっと喋って電車で寝ようかな、とかいろいろ考えてるけど。うん。緑の映画へぇ<ー>。うん。うん。あとね、俺ね、ちょっとね、いや、ラーメンじゃない、チャーシュー丼食ったら、ヘイポツイッターでマジでうまいから、 ツイッターでチャーシュー見てみ、マジうまかったよ。うん。犯罪認めてお前はゴミだな。うん。キングだ。緑じゃねえ。<laughs> ひでえな。<laughs> うん。ツイッターに載せてるから写真を。うん。うん、眠くなってきたな <laughs> 寝ようかなもう20分やって寝ようかうん <laughs> <laughs> そこで寝れるのか寝れるよ全然。 むしろめちゃめちゃいい状態なんだけど。いい空間なんだけど。ああ、永遠に寝てたかもしんないね。前はどんな仕事してたのおー、いろいろやってたよ。うん。ど、情熱大陸出るかないや、全然出たいとも思わないけど、うん。別に情熱大陸出たいとかないね。本書いてみたいかな、一回。 雑誌の連載とか本書いたりとか、ライターはやってみたいと思う。貸してもらえるのか何をうん。今、リスナーさんに、あの、あの、お店で寝させてもらえるように、ここ使っていいよっていう風に言っていただいてる。うん、そう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 。そりゃそうでしょ。勝手に上がり込んでたら不法侵入だろ。<laughs> 頭おかしいやつでしょ。リスナーさんって何っつって。 君、知らないお店のラーメン屋で勝手にこういうことやって電気泥棒して不法侵入だよって。犯罪だろ <laughs> どう考えても。どう考えても犯罪だろ、それ。うん。ないないない。大丈夫。うん、よかったよかった。 インドいいっすね。羨ましいな、インド。いいな。LINE の登録半端ねえんだけど。あの、リスナーさん LINE 登録全然ウェルカムなんですけど、小手ン書いてくれないと許可をお許可を押せないんだけど、もしあの、俺に LINE 申請飛ばしてる人、申請飛ばすだけじゃなくて、本名とかなんか訳のわかんない小手ンの誰が誰だかわかんないから、<laughs> あの、リスナーの誰々ですって書いてもらいたいんだよな。誰よお前っていう状態なんだけど。どなたですかっていう。ああ、まあお金かかるでしょうね、うん。お金すごいかかるでしょうね、うん。でかいことやるのにお金かかるの当たり前ですからね。え、LINE 全然リスナーさんだらけだよ、うん。普通に放送終わって、あ、今どこいるから、どこ来てとか。 全然やってるよ。じゃないと待ち合わせとかできないもん。Facebook <laughs> もチェックしよう。<laughs> 携帯もない時代だったから大変だった。ああ、まあそうっすよね。調べるのも何,何もかも。 苦労しますよねネットってすげえよな無敵だよなネットってすげえなあ申請いっぱい来てる申請やばい来てるなああメッセージもやべえ来てる 強かったかじゃあそろそろ寝ますかじゃあ明日は明日の風が吹く理論で頑張ります、えー、花火たくさんありがとうございましたアイテムもたくさんありがとうございます、えー、215名の皆さんありがとうございます最後まで見ていただいて怖いっすね怖いっすね 自分の弱さが出ますね、本当に。じゃあ皆さんお疲れ様です。おやすみなさい。今日は、ラーメンようちゃんに、お邪魔させていただいてます。また明日会いましょう。お疲れ、おやすみ。お疲れ、おやすみ。風船2個ありがとう。おやすみなさい、ようちゃんありがとうございます。お疲れ様です。ヘイポーツ。おつーうん、ジェルでお疲れ、おやすみ。おやすみ。 おつです。おい、だがさんお疲れ。しんさんいつもありがとう。お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バッドボタン押してんねん、もう。<laughs>